はいどうもワドツです、えー。今日はですね2017年10月の8日、えー、13時50分です。よろしくお願いします、えー。引き続き雑談をやっていくので楽しんでいってください。よろしくお願いします。おお、両方ですます、あ。いらっしゃい、わツーお疲れっすー。 お久しぶりーす元気お疲れっすどんなやつにするのえっ、ー、と髪型だよね いつもと変わんない感じだけど、忙しかったんだ。えっとね、斜めにこう赤が入ってんのか。えっと、こう斜めに赤が入ってるんで、この黒い部分をこう短くするんですよ。黒い部分をカットして、こっちの部分は変わんない。で、後ろまあ、 実はこれサイド2ブロックなのね。ここ伸びちゃってるからあれなんだけど、2ブロックなんですよ。だからサイドをこうバーッと刈り上げて、両方とも。こちらがーっちはガーッと横を刈り上げるでしょ。で、こっちの黒い、部分どっちかわかんねえな。黒い部分を短くするっていう。で、赤い部分は長いまま。めんどくせえな、これ。わかりづらかったかもしれないけど。まあ、とにかく紙を整えていきます。 ボサボサなんでサイド毎回勝ってるよ前みたいな髪型そうそう固定であれ固定でやる写真あるかなうんトップはうんと写真出そうかイメージがつきやすいように。 あ、YouTube 見てくれてたのありがとう。うん。ありがとうね。ちょっとまず写真で見せるわ。その方が早い。前回切った時が。んあれなんだこれ。 っててるのが伸びていますそう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 ,そういうこともうね固定で決めてるの髪カヘアスタイルはこれでいこうっていうのが人と写ってる写真が多いなちょっと待ってねあだから捨て頃の時の髪型だよねそうそう捨て頃の時の髪型だよ ステゴロちょっとわかりづらいかもしれないけど捨て頃の時こんな感じだからこういう髪型になるんじゃないこれ分かりづらいなちょっとそうそうこういう雰囲気にはなるけど。 こういううんちょっと待ってどれがわかりやすいかなこういう髪型、うん、髪型的に言ったらうん頑張るよ髪の色は入れない今回髪の色は入れないっす カットだけ髪の色は自分でやってるから毎回毎回でもないけど、うん、でももうだいぶ色抜けてきちゃってるよオレンジ色っぽくなってるもんね これね。でももうだいぶ伸びたよ。毛先からもう黒がすごい入ってるもん。3センチぐらい入ってる？なんか黒くなっちゃってるから染め直さないといけないんだよね。この辺とかもさ引っ張るとさほら黒いでしょ。この分伸びてるんだよね。 染め直さないとなと思ってるけど赤気に入ってるからな俺自身が伸びるのね昔から早いのめちゃくちゃ早い染めたのどれくらい前かなもう1か月以上経ってるけどね今日髪切るよあ MC 買ったよ買ったよ M90 ああ違う P90 きたよノーマルタイプにしたハイカスタムにしなかったおはよう P90 かっこいいねやっぱかっこいいね、うん、いいよねそうさっきそれで盛り上がってた 銃似合う <laughs> 似合う <laughs> 銃が似合うってなんだ <laughs> ヒゲをね、あとね、ちょっとすげえ長くなってきたからどうしようか迷ってんだよね。伸ばそうか。ここだけ伸ばしてんだけど、このあごヒゲの部分だけ。うん。アイテムありがとう一緒にやる一緒にやる <laughs> 馬道さんはサブマシンガンで鮫島さんはスナイパードレさんはマグナムあマグナム似合うかもねサイバリオンみたいな感じ <laughs> 武器のかっこよさって何なんだろうね武器はかっこいい 今地元の先輩とかとチーム作りたいねって話してる。あーなんか多いらしいもんね。MC の地元の方って多いんでしょサバゲーフィールドとか。いいよね。都内はもう秋葉原と室内の狭いのしかない。3カ所ぐらい。あと八王子の方に2、3店舗あるって聞いたね。どれさんなんだろうね。どれさんなんか結構うるさいんだよね。出演とか。まあ千葉でも全然やるんじゃない あの移動全然その企画が決まったらフィールドが配信できるかどうかでしょ軍服軍服はねなんか嫌なんだよそ迷彩柄とかやるんじゃなくてなんか普通の格好でやる方が俺はかっこいいと思ってんのなんか市民武装した感じとかがかっこいいと思っててうん 軍服は着ないと思うボートっつうかなんかテロリスト知能犯的なテロリストっていうか「おいロビちゃんこんにちは」いらっしゃい中東風民兵風も違うのよああいうなんかイスラム ISIS IS 的な感じでもなくてそのなんか フーリガン的なというか。ロビス、ロビちゃんパフェありがとう。あ、アキラみたいな。アキラだね、アキラ。アキラの金田的な。うん、わかるなんか。市民武装っていうと変な言い方だから、その、不良が銃持ったみたいな感じ。あー、まあ、痛いだろうな。俺は革ちゃん着てやろうと思ってるね。撃たれたら痛いらしいもんね。 ビビつっても硬いかんなこれ川山いや普段着てるじゃん俺普段着てるよ川山着てみようか今。 ヘッドショットモロにもらって単行部できたいい。そんな痛いんだ。まあ、ゴーグルだよな。俺メガネかけてるからさ、ゴーグルしっかりしないとと思って。大発、そう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 、そういう感じ。とかあのジョーカーとかさ、バットマンの。ああいうなんか普段着でプラーっと着て、なんかこうジャックするみたいな。ああ、つって。ああ。 酔っ払ってる感じ、えー、て,て、なんつうのそういうダークヒーロー感。もうなんかもう、その、なんつうのテロリスト風がいいんだよ。うん、普段じゃなくて川ンで構えた姿が似合う。川ンでちょっと構えてみる川ンで構えてみようか。 いつもの和道がテロリストみたいになったって感じで。 これでいくよもう全然これでこれ全然これでいく目立つな <laughs> 的じゃんただの的だね <laughs> いいな早くやりてぇな早くやりたいね ロティーの方がかっこいいバイオハザードのレオン的なねそうそうあれでもレオンは最初警官服だったでしょもともと警察官キャラだから真っ黒の方がいいかもね 専用任務潜入任務なのに真っ赤やっぱ赤はかっこいいよちょっと派手すぎるかもねあとその銃が似合うように体をマッチョにしたうよねすぐわかるあワドいたってうん はい、解放お疲れ。こんにちは。お疲れ。 ガン買わなかった予算オーバーハンドガン買わなかったね目立つ格好のように線香あげたらめちゃくちゃかっこいいだからシャーだよねシャーアズナブルだよね、うん、でも銃も赤く塗装しようと思ってるよ 俺が今やろうと思ってるカスタムは塗装がね俺でも下手だから誰かにやってもらいたいんだよな誰かできる人いないかな俺がやろうとしてんのはこれちょっと待ってね今画像表示するわ俺がやりたいカスタムはこれです これめちゃめちゃかっこよくないどうよどうよ <laughs> これやばくないこれもう映画「アキラ」だよねこれはかっこいいでしょいや「アキラ」だから「アキラ」をイメージして作ったんでしょこれ成田山とかキャノンとか入ってるから明らかに「アキラインスパイア」でしょこれうんこれかっこいいよね ここれ持っってたらめちゃめちちゃゃかっこいいでしょエヴァンゲリオン風とかもやってる人いるねだからなんか近代的なんだろうね多分デザインがイタリアンレッドってやつだよイタリアンレッドなんかこれはちょっとなんか木をてらいすぎてるから俺はこれにしたいねマス,マスキングってかパーツばらせばいいんじゃ ネジでついてるから、うん、で赤で拭き上げればいいんだと思うけどダマになっちゃうんだよね俺がやるとのん,いいのんちゃん得意、うん、スプレー、うん、あそうだったんだ、ね、じゃあのんちゃんと一緒にやろうか俺がばらすから、うんうん、これかっこいいでしょこ,ここまでカスタムしようと思ってる最初にスタジオ塗らないでサーフェイサーだっけ<う>、うん、なんかヤスリで一回磨いてくれって言われたなんか乗りづらいから 1一回ヤスリで荒くしてでサーフェイサー吹いてでやってって言ってたうん,うんはいはいはいいいねいいねいいねじゃあのんちゃんにやってもらおうクリアスプレーもガンガン塗って磨き上げるねコンパウンドでピッカピカにする パーツもいっぱいあるからな楽しみだぜサイトって何えっあれはね標準でついてた、えーはい、ダットサイトドットサイトかドットサイトっていうのがついてた 赤い点がレーザーで出るやつね。ついてた。標準装備だった。ノーマルは。うん。ペイント弾は使わない感じで、使う予定はないかな、一応。 ノンちゃん,ん、ね、ほらゲーマーだからゲームの知識があるんでしょうイサイレンサーねつけたくないんだよねなんか長くなるとダサいだから俺のイメージではさっきのカラーにしてあ,のあるのよちゃんとこれをつけようと思ってるねなんかそうビョーンって伸びてるのダサいんだよなんかいろんなカスタムがあってちょっと見てみようか 例えばそのなバーンって前に出しちゃうのもありなんだけどサイレンサーでしょ俺はこういう四角いのがかっこいいと思ってんのこういうカスタムにしようと思ってるね赤くしてこういうのつけようとかここまでやるともうなんか原型とどめてねえだろっていう <laughs> 逆にこのサイレンサーつけないでここまでだったらかっこいいかなと思うこの逆算がこれ1万6000円ぐらいで売ってたから うん、なんかそのデザインこれこういうのもいいかもねこれくらいだったらいいかもしれないけどあんまゴテゴテさせたくないっていうのがあって難しいよなどういうカスタムするのが正解なのかノーマルでも十分かっこよかったかなこれすげえな <laughs> 横につけるっていうのはありだねうんそうこれすげえなガチャガチャにいじってるな これやばいね。これやばいね。<laughs> 重量どれくらいあるんだろう。そう、拡張スロットが高かったんだよ。一、これがね、1万6000円くらい。あー、ロビちゃん、アイテムありがとう。黄色ザルのライブ行くので落ちます。ありがとうね。うん。これはかっこいいね。なんかその、造形だよね。あ、これか。これを買わないといけないんだけど、これが高かったんだよ。だ今回はいいやと思って。 こういうパーツがいっぱいあんのよ。せっかくいいデザインだから、そこは、これはすごいな。うん。そう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 。拡張。でもこれ多分30万ぐらいかかってるでしょ。あ,あんまりごちゃごちゃ。これくらいがいいかな、俺は。これくらいが好きかな。 すごいよねだから無限にパーツ増加できるもんなサブマシンガンじゃないよね全然 <laughs> だからいくらでも拡張できるから面白いよなフォアグリップつけて安定性上げるあー確かにねグリップはあってもいいかなとは思うけどこれかっこよすぎるな ここも、やるんだったらここまでやりたいかな、もう。30万かかりました、みたいな。これはやばいでしょ。出てきたらビビるもんね。これだってあれでしょ。FPS とかでも最終的に出てくるメインウェポンでしょ。<laughs> これカメラだよね。すげえよな、これ。重そうだもんな。だから、デザインが完成されてる分さ、すげえ難しいよ。下手にいじるとダサくなりそうだもん。 これもなんか違うじゃん。これ違くないなんか半端にやるとダサい。半端、そう、レーザー出そうだよね。これもだな、なんか俺は違うって感じがする、これも。これをやるんだったら、他の銃選べよっていう。これはちょっとかっこいいな。これはちょっとかっこいい、アリだね。うん。 いや難しいよねこの銃はこれかっこいいねいやー夢が広がるなノーマルが一番だけだけどまあノーマルはだからノーマルで赤くするのだけでも可愛いよね普通になんか近代的っていうかまあこれはサイレンサーかついてるけど でも俺のは短いままでいこうと思ってるね。そうなんだよね。十分完成してるんだよね。やるんだったらさっきの。さっきのぐらいガッチャガチャにやりたいよね。難しいね。いや、夢が広がるわ。さっきのすごかったな。これは、これはかっこいい。<laughs> これはかっこよすぎる。 カッティングシートって何塗装じゃないってことシールを貼ってるってことこれ。これ塗装じゃないのだってネジの部分とか。えこれ塗装じゃないのあこれ貼ってるんだ。え塗装しないとダメでしょえなんでわかんのカッティングシートだって。なんでわかんの どこで見抜いたでもネジ穴とか切ってるぜ塗装っぽいよね塗装でしょう多分塗装だと思うよ塗装でしょうここまで綺麗に貼れる この細い部分とかも全部やってるぜカッティングかなどうだろう塗装だよね多分、うん、でもやっぱ塗装はロマンだよね世界で一個のっていう 赤い寄り目って呼ばれるんだ赤い寄り目死神赤い寄り目 <laughs> あそうなんだへえ買ったよ隠密買ったよ や <Damn. S 1> 早く鮫島さんとやりていな絶対楽しい液だれしないように 回数重ねれば失敗しないあ薄く薄く塗っていくのかありがとう実店舗行っちゃったもうそれが面白くてさ店員さんがオタクだったのそうかわいいオタクの人でもうなんか良かったよ幸せな気分だった2時間店にいたもん マスキングじゃないでしょ多分パーツばらしたんじゃないの多分ネジ外して、ばーって拭いたんだと思うよ。えーとね、なんだったっけな新宿にある、えっ、ー、と、よろず屋じゃない越後屋。やえち,やえちや実機がいっぱい飾ってあってすげえよかったよ。 寄り目って英語でクロスアイドって言うんだクロスアイドって言うんだかっこいいのかな。多分悪口でしょ <laughs> 多分俺らが英語に慣れてないからかっけーっていうだけだけど向こうからすると寄り目は寄り目でしょなんか寄り目は神秘的なんだぜみたいなニュアンスはないと思うよやっぱりバカにされてんだと思うよ。クロスアイド 秋葉原と横浜と新宿ともう1店舗あるね、うん、あでも外心寄り目っていうかさうこことここの幅が狭いからさ<う>分かんないよ俺は狭い上に寄り目だからねだ立ちが悪いんだよああだから骨格的にってことでしょ、うん、あのね平 あのね狭いのもそうだし鼻が高いとそう見えるんだよなおさら,だらもう最高に寄り目なんだよ寄 <laughs> り目の最高傑作俺だと思うもん、うん、<laughs> 赤い彗星クロスアイド <laughs> <laughs> <laughs>、うん ドレさんとか有利だよな肌の色が真っ黒だから <laughs> 見えないからねドレさん裸で走っててもサバゲーで的はどこだってなるでしょ <laughs> 天然明細だからね俺の透き通る美白が致命的だぜ真っ黒だから <laughs> MA1 って何えー目がよってる旗とか <laughs> 旗ってなんだよ髪どんなのいやまあまあ普通にいつも通り切ってくるだけだよセラミックなのかな歯、はあ、セラミック入れてるかもねうんそれかタバコ吸わないからケアしてるんじゃないのホワイトニングみたいな でもね、俺ね、最近白くなったイメージあるんだよな、なおさら。ヤスリでもかけてんのかなホワイトニングだろうね、多分。最近だよ。最近、要は捨て頃以降なんか異常に白くなったの。最近やり始めたよ、あれ。金回り良くなったからみんな、みんなで綺麗になってきたよね。ドレさんもそうだし。パフェありがとう、ナイトさん。アザース。 和同正体の旗和同正体の旗これでいいじゃん。これのミニワッペン作ればいいじゃん。和同正体の旗はこれでいいんだよ。銃だけだね。装備っていうか俺は普段着でやろうと思ってるから。あとヘルメットとアーマーをつけようと思ってんの。俺はもう自分の中であるのよ。じゃあ見せちゃおうか。Amazon。俺が。 イメージしてるやつじゃあ見せちゃおうかヘルメット買うのまず、えー、でヘルメットにサメの歯をつけるのヘルメットはちょっと待ってねこれのイメージを伝えよう ゴーグルも買うよ。ヘルメットはこんなやつ買おうと思ってる。こういう系の真っ黒のタイプの、こういう自転車用のヘルメットをまず買うの。これでいいか。こんなの。まずこんなの買うじゃん。で、これに、あの、自分の塗装とか、なんか、やるじゃん。イメージわかるこ,こういうタイプの。こういうタイプのヘルメット。で、 マスクもつけてでえっ、ー、とねアーマーがあるんだけどなんなんてなんて検索したら出てくるのかなえっ、ー、とねバイクのプロテクターがあるんだけどそれにこれを着ようと思ってるね <laughs> これを身につけていこうと思ってるんだけどどうかっこいいだろう マ <laughs> イクのヘルメットにこれつけて行こうと思ってんのこれかっこよくない俺のイメージはそれで行こうとしてんのジーパン黒 T シャツにプロテクター笑うでしょお前何者だよって市民武装してる感じまあこういう赤でもいいじゃんかっこいいでしょダメいや音でわかるでしょうん ガンツみ、そうそうそう、俺、俺のイメージだ、だんだん分かってきてるでしょそう、ガンツみたいな感じ、そうそう。そういうこと、そういうこと。ガンツみたいな感じ。もう、昔から頭の中に構想があったのよ。そしたら、なんでこの構想があったかっていうと、俺、その、アクション映画撮りたいっていうのがあって、アクション映画。アクション映画を撮るときに、その、なんてうの、戦隊もの 要はなんかゼブラーマンみたいな映画撮りたくてそれの衣装として探してたのよそのコメディーでアクション映画作るんだったらなんかその <laughs> 痛いおっさん俺が要はなんかそのアマゾンとかで服を買って <laughs> 痛いスーパーヒーローをやるっていうそうそう大丈夫じゃないのっていうその構想があったからそれをそのままサバゲーに持ち込もうと思ってるうん ジェットヘルって何ジェットヘルでさっきのそのあれが作られたらその仮面をこう自分で作った黒く吹いてるやつをこうつけてで頭にヘルメットつけてでここにサメの歯をかまそうと思ってんのよ今。サメの歯をかませて。 でここにヘルメットをつけてさっきのアーマーつけて、うん、まあ下半身はいいんじゃない ?G パンとあれでそうそうそうゴーグルはもちろんつけるよゴーグルつける。 目守らないとね。今度サバケ誘って。え、っていうかチーム募集してるよ。うん、今。配信者で、その、銃とか全部用意できる人。うん。あの、鮫島さんと俺のチーム、鮫島さんのチームか、俺の。全然誘えるよ。うん。入るチーム上手。銃持ってんのあ、鮫島さんだ。 お疲れっす。お疲れっす。いいっす。あ、もう全然やるんだったら、ジャリンリンってあれだよね、あの、誰だっけあの、クモンリュウと一緒にいた女の子だよね。あそれ分かんないっすね。フワッチの配信者っすよ。そう、あの、フワッチの配信者ね、ジャリンリンって、あの、台湾かなんかの子で。あ、そうです、そうです、そうです。グラビアやってる子ですね。あの、サバゲーやりたい人がいたら、もう全然、あの、サブリーダーワドなんで。全然いいっすよね。ワドが、あの例えば勧誘して、まあ、俺はまたほぼ OK 出すんで。はい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 。 和道にも勧誘権はあるん今どうと,、ね、と俺っていうポンコツコンビだけど <laughs> なんか弱そうですよね <laughs> 今,今のとこね、うん、すぐやられそうだす <laughs> お前 T シャツやばいぞえ何 T シャツって T シャツでやんのえ俺やるなんて言ってないですよいや違う T シャツでやるっつったじゃんサバゲえー、あーはいはい川ジ着んやばいよいや絶対着ますよ川ジ着ますよ それからアーマーつけます。痛いっすもんだって。いや、めっちゃ痛い穴開くかと思うよ。はいはいはい。とりあえずね、だからジャニンリンさんやりたいんだと思う、全然。例えば、レンタルもあるから、フィールドによっては。あそこそこ。ただ、最初いきなりね、貸し切りで初参加よりも、1回定例会とか出た方がいいから。ですよね。うん。 ままあ、まあ、うん、屋内とあと野外を1回ずつ定例会出て、うんうん、でまあ、そうすれば、まあ多分あのなんとなくわかるから、流れ。ですよね。あれですよね、あのはい、はいね、年末か来年の年始あたりには、もうがっつり企画でやりたいですよね、配信者だけで。いや、なかなか難しいよ、これ実際、ね、だって、和 a だってハンドガンだとか。はいはい まあそのプロテクターみたいなものはいあレンタルでやってんだじゃりんりんまずは全然銃買った方が安くないそしたらいつもやってんならねえなんか好きみたいですより、うんりんはあそうなんだ、はい、でもこれはね今スナイパーライフルが欲しい、はい、あーいいっすねのんちゃんもやってるし、うん、リスナーさんでも結構やってる人いそうだから、まあ、まあまあそうねのんちゃん指が治ればね <laughs> そうですねあと1か月ぐらいで治るんでまあそうね10月終わりかうん、うん ま月終わやっぱ10月終わり、ね、そう考えたらだってワドだってハンドガンとか持ってないじゃんハンドガンいらないっすよまだ僕あれあれ1本でいきますないんじゃいやいらなくないって絶対えなんでだってサブマシンガンダーってやった方が強くないっすかだってサブマシンガンジャムったらどうすんのジャムったら構ってなくなったらだからそしたら鮫島さんの陰に隠れるんすよいやそしたらもうヒットだよその時点で <laughs> ダメかだ、うん、ダメかえ何だって同じチームだからなんで敵敵設定の違う違う違うもうルールがあるんだよ どういうこと要するにゲーム続行不可能になるじゃんはいはいはいそれでメインサブウェポン持ってなかったらあそういうルールなんだルールはすごいよなるほどあのいろいろあるからもうダメなんだ退場になるからあ知らなかったはいはいはいそういうルール守んないとダメだよできになっちゃいますねだかあ当たってんのに当たってないとか言うとゾンビ行為とか言われるしまあまあそれは守りますよ全然 絶対守んないとはい、うん、いやー<う>絶対あのーはい、いるよハンドガンは3000円ぐらいのハンドガン買っとくやいいですかねまあエアコッキングじゃ3000円なんつったらはい要はエアコッキングの3000円のエアあのハンドガンなんかゴミだよえー、だって1万2万しますよハンドガンだっていや1万の俺はガスガン買ったよ M92F <laughs> だって俺だって悪いけど6万ぐらい使ってるよいやまあそれくらいかかっちゃいますよね かかかかるかかるだってまだ俺足んないもん。うんうん、え、俺でも。何買うんですか、次は。え、だからスナイパーライフル。<laughs> スナイパーライフル持って、ってスナイパーライフルはエアコッキングでいいんだよ。ほう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 。野外戦で、エアコッキングで一発装填で、はい、あの十分だから、あのスナイパーライフルって連射しないから。はいはいはい、そうっすね。で、ボルトアクションの今、2万5800円で箱出し使えるやつが、アマゾンで売ってるから。YouTuber、うん、<laughs> ーーとやったことあるんだ。へ<ー>えー。 え、じゃあやろうよ、じゃリりんりんさんね。ね明日俺はね、野外線。うん。もう朝早く出なきゃいけないんだけど、明日。うん、え、何時から行くんですかでえ何時から行くんすか明日多分家でんのは、朝の4時半とか,いかはい、や。8時前。だって、っまあやっぱほら、野外フィールドだから。<laughs> お<ー>うん。それなりに距離もあるし。いいなぁ。 いやだから俺はもう道具を揃えたまだねスリングベルトとか着てないんだよあまだ着てないですか届いてないんだよな届かないんだよねえでも次回の楽しみが増えるからいいじゃないですかそういうのまあ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 でもあとはほとんどまあほとんどっていうか全部あのダンプポーチとかも届いてるし全部揃うの大変だよ今で俺がハンドガンのホルスターハンドガンハンドガンの予備マガジンで AK とかのアサルトのマガジンは1個しかないもん おーで予備マガジン買う余裕がないから何発入るんですか250だねあらまあ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 、まあ、だからまあワンゲームぐらいは余裕で、うん、余裕っすよねでだからそしたらもうヒットされたりしたら1回出て、うん、まあ装填する時間はあるから、うん、まあ250ありゃいいかなっていうまあまあ大丈夫そうっすねまあもう,もう全然もう余裕で持つうんいやだからお前 だっていっぱい買うもあるでしょ。だってハンドガンもいるし。そんなもん嫌だよ、うん、上手でお前。P90 しか持ってないやつなんか。<laughs> 当たり前。ハンドガンじゃなくて、ウージーみたいなの欲しいんですよ、僕。背中からーーだって。サブマシンガンにサブマシンガンはいらないでしょ。え、ダメウージーかっこよくないですかダメっていうか、うん、サブマシンガンに一応持ちはダサいよ。え、なんでいや、サブマシンガンにサブウェポンはハンドガンでしょ。うん それが、スナイパーライフルにサブマシンガン。え、なんか、その、なんか、俺、やってる人の、そう、やってる人みんなね、サメ島さんもそうだし、リスナーさんもそうだけど、うん、ハンドガンに対する愛情がすごいのよ。当たり前だよ、お前。お前な、サバイバルゲームはハンドガンが制するんだよ <laughs>、うん。え、なんだ、から、素人目線で、ハンドガンって一番弱い武器って。バカバカバカ、ハンドガンで当てらんない人間は、うん、うん サブマシンガンでも電動ガン持っても当てらんないから。<laughs> ハンドガン極めなかったらダメよ。ダメなんだ。まあ基礎当たり前だがハンドガンがお前。ハンドガン戦とかもあるんだよ。あ,あ、そうなんだ。当たり前じゃんそんなの。うん、エアコッキング戦とかもあるし。うんうん、あの縛りで。うん、段数制限とか。<え>まあそのたいあのー、ねそのまあフィールドによって違うと思うけど人数とかによって。うん、うん ダメだ、お前。何ハンドガン1万円しますよって。当たり前ではするよ。何言ったじゃん中古で買えって、お前に。いやー、もう買っちゃったんすもう。だってお前1万4000円ぐらいで売ってたよ。俺が見に行った場所、p 9で <laughs> いや、まあまあ、新品でよかったな。予備マガジン3つ付きでほうほうほう。あまあまあ、そこは後悔ないですけど <うん S 1> ハ。ハンドガンか。ハンドガン。ハンドガンは小さいから、取り回しと近距離最強なの。お <ー S 2> で、間違いなく、もう本当に、もう扱いやすい。うん リボルバーとかダメですかあリボルバーいいんじゃないあでも、ま、でもリボルバー高いよ多分。高かったっすね。高いし。うん。うん、えー、何しようハンドガン。いやもうハンドガンはもうね M92F とか、はい、あと M1911 とかいっぱいあるけど、はい、まあ 9mm だねおすすめは。あのデザートイーグルとかでかいから。うん、はいあ重たくて嫌だったっす。 でしょ<や>だからでかいからいだから m 9に、俺は m 9に f 買ったんだけどアマゾンで1万ぐらいかな1万何千円とか何か金で予備マガジン買って1万3千円ぐらいかなお<ー>あロボコップのはダサいよロボコップのオートないなんか近代的な近未来的な銃がいいっすねだって P90 持ってて近未来のハンドガンおかしいでしょなんで P90 持ってんだったらベレッタとかがいいんじゃないあ、ベレッタいいっすね。ベレッタいいっすね。ベレッタ<あ>俺はベレッタ社の M92 役だもんベレッタいいな。いいよ。で、まあ,あや、値段だよ。8000とか9000でも売ってるよ。多分。マジっすか<分>あ、ベレッタ確かにいいっすね。い安いと思う。ですよね。そうですよね、ベレッタは。多分、まあガス、で、あとガスとまあ予備マガジン買えば1万2、3000か、うん。うんうんうん。本当に。 絶対ハンドガンはいるってだからハンドガン買ったら今度はハンドガンのホルスターがいるんだよですよねゃあ腰につけるのか俺は俺は太もも用の買ったけど腰か胸か太ももかって、はい、つける場所によってホルスター違うから、はい、俺後ろの腰がいいっすねハンドガンあな何腰あ、かもしくはあの,あの映画みたいにこ,ここにはめ込んどいてたらダメなんですかあの直キみたいなやつあの直キっつうかベルトあるじゃないですかズボンのあそこに挟んでおいて、あのーあのー ギャングみたいな。そうです T シャツめくってこうやってあまあいいんじゃないんじゃないまあ動きづらいっすよねでもそう動きづらいよ半端ないよはいあでもベレッタ確かにありっすねベレッタベレッタ車はいいよいいっすかベレッタありだないやかっこよくないよベルトにさすのはダメっすかねいや俺はやらないけどね全然あの和道がやりたいようにやればいいからはいそう中古でも状態のいいものあんだよハンドガンははい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  ハンドガンはあの中古でも大丈夫よ、はいはい、多分ん。なんか、ピンよりも格段に安くなるもん。うん、ああ、ハンドガンは中古でもいいかもしれないですね。うん、まあまあまあ、全然、うん、ガスだから、別にそんな使わないから、メインではないから。<laughs> あくまでいざという時に。いざっていう時に。まあガスガンはね、これから冬に向けてちょっと使えなくなるから、はい、やっぱ寒くけど。る、はい。だからそんなメインでは考えない。う あくまでハンドガンっていうのはもう,そう,もう予備予備、うん、いざ例えば弾切れだリロード,ド間に合わないって時にはいさって出して打つみたいなお熱いなーいやーもうバカバカ <laughs> 俺明日行くんだからですよねお前俺はもう2回目だよこないだは室内,、あのー、屋,内屋内フィールドで、はい、今回はやバいどうですか戦果上げました あのね言われたゲームマスターにいや森さんめっちゃ上手くなってるめきメキメキと上達してる初日でもちろん打たれるけどねやっぱそれだけでもやっぱ当てられるよはいはいはいあと立ち回りだね立ち回りしとめました何回かいやしとめた何回かへえ何回もしとめたよマジですか普通にフリーズも取ったしフリーズってなんですかフリーズってのは気づかれてない時点で至近距離まで近づいた時に たないいフリーズっていうのはい、それがヒッ,トそ<う>ヒット扱いなのあなるほどもう要す,るすげえ痛いから至近距離で打っなるほどもう要はアウトだよっていう、うん、だからもう声かけるのよあフリーズって、はい、はい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 そうすまあ向き合ったりするとお互い相打ちっていう扱いだったりなるほどそれい,いろんなルールがあってね楽しいえんは、うん あ,あ何配信会でやるの楽しそうってことだよね。うん、絶対楽しい。絶対楽しい、これは。だから、たぶんあとりあえず交渉はしてみる。はいはいはい。一応まあまあ、<お>あのまあ、配信ちょっとでもいいですかって言って、うん、あの自分が映るようにしかやんないのでみたいな、まあ、あのまあ、基本、大体みんなフルウェースしてるから、まっすぐ。はい。な、まあ、基本ね、顔出し NG、まあ、そこはね、まあ。 うん、まあ30分だけでもできたらいいかなとそうすれば多分やりたいっていう人増えるよね増えますよねただ金かかる金かかりますねこれは金はかかるだかフィールド代がまあ4000円ぐらいでしょうんであとまあレンタルなんて言ったら5000円でしょまあ大体4500円とか、うん、ちょっと待って見つけちゃった鮫島さんな何何えっとベレッタの NEOS のなん、はい、て読む NEOS ってなんだろうえ分、ー、わかん,ん,んないちょっと待ってえこれはアマゾン、えー Amazon、じゃなくて ベレッタの NEOS っていうのめちゃベレッタのちょっと待ってこれ。NEOS。ベレッタの。ちょっと待って何これ。NEOS。NEOS。あ、NEOS って言うの。NEOS? これめちゃめちゃかっこいいんですけど。あー、はい、は,いはいはい。これダメかな。ちょっと待って。うん。うん、え何これ。 なんか見たことあるな。うん。これかっこいいっすね。えっと、NEOS。うん。あの、ベレッタ u 2 2二ネオスシリーズってやつね。うん。M92 シリーズ、なまあ、まあ、ベレッタはね。うん。あ<ー>微妙いや、いいんじゃないうん。うん。んあ、P92 はいいんじゃないたぶん。うん。うん フォルムはちょっと独特だね。独特っすね。ケツが出てんだ。そうっすね。なんか斜めっすよね。でもなんか近未来的でね。かっこいいっすよね。なんかこういう。まあまあまあ、いいんじゃないいいんじゃないこういうのがいいっすね。あ、こういうのがいいっすねまあ前衛的でね、まあちょっとなんか。はい。なんだろうね、見たことはない俺。はい。なんか近未来感何美容院行くの、お前。はい美容院行くの今から美容院行きますけど、何だってハゲてんじゃん。<laughs> はいだってハゲてんじゃん。 <laughs> ハゲてても美容室行くでしょ <laughs> いやいや,いやハゲてるから美容院いらないでしょいい、ええ、<laughs> だ美容院じゃ5,0006,000かかるじゃん、えええ、じゃあそれって「歯抜きには歯医者いらない」って言ってるようなもんすよ だからそういうことよ。じゃあじゃあ、はけこそ歯医者が必要なんだから。別ににのんんちゃんに切ってもらえばいいいじゃんいや、はげてんだからじゃなくて、一回そしたらそのお金で、うん、ハンドガンの写しにできるでいやいや,いや美容室ぐらい行かすでよ、そんな。はげて気持ち悪いのはよりめなんだから、別に美容院行かなくていいじゃん。よりめこそ眼科が必要でしょ。じゃあ、眼科には分かるけど、ねよりめなんだから、美容院行って髪切る理由はないし。いや、髪は切るよ。なんで髪,髪。だから、のんちゃんに切ってもらえばいいじゃん、配信で。 いや、のんちゃん、だから、聞き手が今折れてるんだよ。いいじゃん、左手できりゃ。そんな。危ないでしょ、何言うののんちゃんにはハンデが必要だよ。も,もう予約したから、もう <laughs>。なんでそんな、いくらだいたい。まあ、四五千円じゃないですか。お前、どこに金使ってんだよ。いや、いいでしょ、美容お前、やる気ねえべ。じゃやる気ある、<前>じゃ買ったでしょ ?10 月まで待ってください、つってんのに買っってん、ね。買ったのは当たり前でしょ、やるんだから。まあ、そうだけど。 やるん買うのは当たり前でしょまあそうだけど。自分の持ってないさやつなんか隊員でいらないんだよ。上手には。はい、すいません。俺なんかね、アサルトライフル2丁持ってんだよ。はい、すいません。げかハンドガン買ってスナイパーライフル買おうと思ってんだよ。はい、すいません。月なるけえ、そのさ銃をさ、ぶら下げて走るのどうなんだろうお前じゃん。そなんちう全部じゃないよ。1丁ずつだよ。あくまでコレクションだ、バカお前。ああ、今日はこれでいこうみたいな。 そそうそう何も分かってねえなお前な分かってないで俺ほら車じゃん俺はいあそっか詰めるのか,だか車だから別に持ち運びはそんなうわ羨ましい苦痛ではないうんっていう意味でだまあそう考えたら別に全部持ってっても、うん、かっこいいじゃ何よりもあと部屋に飾るあもういや俺飾,飾ってもう超かっこいいっすもん飾ってありますよえ今配信み見てます いや、ー、P9 は見えない。箱しか見えない。あの赤いカバンのところにぶら下げてますよ。赤いカバンちょうど見切れてる。はい。あんな感じで。あんな脱生マジ。え？マジ脱生。何その置き方。え？何ですか。お前さ、はい。トレンチコートじゃねえんだよ。<laughs> いや、引っ掛けベルト。まトレンチコートでなんでエモン掛けみたいな場所にぶら下げてるも <laughs> 違う。そうじゃないだろう。えどうどうどうすんの？お前映画とかの武器庫ってどうなってんだイメージ？いや、はいあの。 お前あんなんお前あれ、お前ショルダーバッグじゃねえか、ババアの。ババアの、まあまあ、まあ、まあ、引っ掛けるババアのショルダーバッグじゃねえか。<laughs> え、ダメなのあれ。ダメだよ、ババアのバどど。どういうふうにすればいいんですかもう、もうスリング、スリングは外すんだよ。スリングってなんですかスリングベルトは。ああ、はいはい、ベルト外す。まあ、まあ,あいうのはね、言っちゃえば、はい、金網、白い、白とか、まあ、鉄の金網、はい、あの、十字のほらさ、うん、メッシュの網を壁に貼って、はい。 そこになかブラ、なんつの、そこにかけるんだよ。十五度。<ー>おお。前、ね。ベルトごとかけるバカなんだ、で、はい、もうショルダーバッグじゃねえか、あれじゃん。ん <laughs> い,いや、いいいいかなと思って。ダメなんだあ。ダサすぎ、かっこよくねえ、なんだ、あれ、お前。すみません。のんちゃんのショルダーバッグじゃねえか、あれじゃん。<laughs> のんちゃんショルダーバッグ使ってないけど。<laughs> いや、使ってないけども。も <laughs> そういう扱いだろっつってんの。いや、俺は結構かっこいいな。やめてくれよ、恥かくから、<そ>上手が。え、でも、その、俺はいつでも。うん 迎え入れるぜみたいな。いつでも行くんだぜいやいや。いつでも迎え入れるぜ。お前そこまで行くのに何秒かかるんねよ今やってみろよ。行きますよ。じゃあ、行きますよ。いや待って。はい。3、2、1、スタート。ーね、お前ねまず、まずまずね、まずね、ワド。ワド。はい。 まずね、あのー、バッテリーを差しっぱなしって時点でない <laughs> すいませんまず、はい、ま,んまずバッテリーとマガジンは必ず外すはい、はいはい、すいませんあのフィールド以外では外す,、はいすまあ、試し打ちとか以外でははいすいませんまずそこがない、はい、そうアニメストをくっ,くってるもんねはいそう、ねまあ、今外します、はいうん、もう本当ないよ <laughs> あの店員さんにも怒られました必ず外せって 絶対外さなきゃダメよ。わかりました。で、あとセーフティーにね。セーフティー。セーフティー入れないの何なんですか、これ。当たり前じゃん。な、打てないっすよ、敵が来たら。うん、だから敵が来ねえから。来ないっすか来ねえから、大丈夫や。ミュウツー。当たりになる、お前、そんなもんよ。はい。おめえがしっかりしなかったら困んだよ、おめえ、サブリーダーとして。企画あんのかよ。すみません。バッテリーつなげっぱって、なんで舐めてんのか、お前。舐めないっす。すいません。天井舐めてんだろ、お前。 充電器買ったんかお前買いました買いましたあ買ったんだ買いましたおうおうはい。お前戦場舐めてんよ完全に <laughs> バカにしてんだろはいすみませんはいって言った今舐めてましたすいませんまだ,んまだ戦,戦争童貞なんでまだ僕戦場戦争バージンかお前バージンですまだ、はい、これからロスをしていくんで,でお前そんなんじゃ戦場で一瞬で死ぬぞ <laughs> <laughs> お前どうすんね今よバッテリーあってよマガジンまであって弾が入ったらどうすんね今弾が入ったら死んでました僕お前悪ふざけで画面に向かって打ったよな画面というかカメラに向かってお前あんなお前一番やっちゃいけないことだよすいませんなんかお前よ真面目にやってんだこっちははいすいませんお前おふざけだったらお前他当たってくれよはいなはいすいません本当気をつけます はい、そうそう FBS でも P90 は使えないの AK が神なのやっぱみんな言いますね当たり前でしょアサルトライフルが神なの、うん、その中でも AK が神なのなぜなら AK っていうのは実弾だと5.56ミリ弾っていうのをアサルトライフルは採用してんだけど、うんはい、AK47 だけは7.62ミリ弾なの<う> 2>, 2ミリ違うだけで殺傷能力が桁違いに変わるのへ<ー>えだから AK っていうのは世界で一番人を殺したアサルトライフルって言われる はあ、あだからもう定番なんだ AK ってカラシニコフはでしかも、うんえー、低コスト組み立ても簡単汚れとかにもめっちゃ強い多少の水滴、まあ、水がついたとかでも全然打てる多少汚れたぐらいじゃあもう何ともないあ,あそうなんだ、えー、そうマ,マガジンは必ず弾マックスでねじ巻きもちゃんとやるでもちろん フィールドにいないときはもう弾を全部出す、マガジンから。で、空打ちも必ずやって。はい。と。AK はもう半端ない。マジ神獣、紙なお前のは、まあ、B90 に目つけたとこはいい。まあまあいい。うん、サブマシンガンの中でも結構優秀。でも、所詮サブマシンガンよね。<ー>アサルトの前では敵ではない。<ー>な、な、な、それは何が違うんですか だからサブマシンガンっていうのはまあ近距離から中距離なんだよ。はい、要は投げ払う武器ですよね。投げ払うっていうか、まああのまあい、取り回しが自由に効くから、うん、まあその分近寄れるみたいな。だ結構、室内戦とかでは強いんじゃないうん、うん、僕、室内線。ただ、野外戦で言ったら AK かスナイパーライフあまあ、そうですよね、遠くから撃つってことは。もちろん、ね、距離がある場合は。はい、なんかばらけるらしいですねこれうんそっや,やっぱね、ま、サブマシンガンっていうのはばらけさせるのよ。 うん、で、AK とかアサルトライフルっていうのはどっちかっていうと一発、一発が狙い撃ち。いおまあ言っちゃえばアサルトライフルはスナイパーライフルのとサブマシンガンの間だからやっぱ。うん、なるほどなるほど。もうどっちでもいけるぜっていう。ああ、じゃあまあばらまくこともできるし、はい、狙い撃ちもできると。うん、あのスコープとかね、あのー、サイトによっては。うん、あ,あ、そっか、それもできるのか、ライフルだから。あー、わあめっちゃロマンあるわ。 だからアサルトライフルは一丁かな。まあサブマシンガンはいるけどね。うん。うん、どっちに。いや、役割的にいるってことですよね。役割にはいる。もう。だから僕は<う>だから…あの牽制にはめっちゃ使える。その役割をやっていく感じですよね、僕はいや、まあそうね。まあそれか肉壁。うんうんうん。肉壁そう。あのね、サバゲではね、まあちょっとこれはサバゲではまあ似たり、もうみんな同じだけど、うん、ゲームではサブマシンガンってやっぱ。はい。 あのやっぱ近距離だよねうんうんばらけちゃうからうん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 実際打って確かめたいですよねどれくらい命中率があるのかばらけないのかそうなるでしょもうもうなってますねもう打ちたいでしょ打ちたいですまだ打ってないんだまだ打ってない球も込めてないですまだ達成してないしてないですまだ精通してないんだしてないですねしてないですバージンですよバージンだまだまだまだ童貞だ童貞です じゃ、ちょっと、のんちゃん打ってみなよ。<laughs> ダメでしょ。<laughs> 多分やられると思うよすごい痛いから絶対人に向けて打つなよ。ああ、いやいや、打たない,たない。まあ、あの悪ふざけでも。はい。フィールド以外では絶対人狙うなよ。うん、うんあ。それはもう叩かれる原因だから。うん。だから、アマゾンとかで的打ってるから、はい、うん。あの、ネットの、あの、弾を集めやすい。うん、はい。まあただ、ワドの部屋狭いからな。そうなんですよ。この部屋じゃ無理っすよ。物多いしね。はい。かといって、外で絶対打つなよ。 あれで打ちますあの、なんかそういう店があるらしいです。で、ね、あのね、あのー、シューティングレンジっていうか、うん、そうそうそう。あるから、うん。あの、射撃場みたいな。そこ行きます新あと、シューティングバーとかもあるし。へぇ<ー>多分探せば。はい,はいはいはい。多分東京だったら、はい。えっとね、秋葉原に遊び場、あと、池袋にもあるな。あ、言われました。あと、八王子とか、あの、立川の方あう,んうんうん、あとね、東京だったら、はいうん、割とある。うん。 そう、ショップ、試し打ちできるショップとかもあるし。うん。うん。そこ行きます。うん。だから、ま、必ずで、でも、絶対、持ち運ぶときとか、はい、も、マガジンとかバッテリーはもう別で。別。絶対中に入れて運ばないよ。なんで当たり前じゃん、そんなの。え、うん。当たり前。だから、俺はガンケース買ってるもん、ガンバッグ。へえ。ー。お前、買ってないのもう、買ってないです、買ってないです。いや、じゃあ、持ち歩いちゃダメだよ。 当りのじゃはガンバッグでバッテリーとマガジンは絶対外してねタップ打ちだねマガジンかタップ打ちってタップ打ちってのはあのほらクリックみたいな感じでトン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 って打つあっ何かありましたよオートにしても半握りにするあっちゃよはい何かチョン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 って1秒で話す離すみたいな あ、違います違います半握りにするとこれ単発で出るような仕組みになってるんですか違う違う違う,違うだから、はいあのー、半握りで単発出るかわかんないけど、はい、タップってのはそういうことほ<ー>うん、タップがシュートバースタは絶対ダメよはいうん了解ですもう当たんないから多分でもそういう機能入ってます大丈夫ですよこれ何言ってんだよお前撃ったことないんだろういやだから空撃ちでお前さ店員の受け売りをねお前そのまま言ってかっこ悪いぞ <laughs> だって知識ないんだからしょうがないじゃあそれを言うなら言うけど素人のまだ銃買ったばかりの人に知識ひけらかす方がずるいよずるいよお前は今銃持ってるんだよ持ってるんだよお前が一番その銃のことを知らなくてどうするまあまあねいやだから俺の銃のこと今語ったらお前丁寧かこ俺はねなかった バッテリーはつなげてる時点で通電してるんだよ。ってことは劣化するんだよ、バッテリーって。バッテリーは外した保が常識なの。何事でも全部、全機械。インパクトドライバーでも何でも、携帯以外は。うん。かりますわ。そんなもマガジン差しっぱなしでね、お前ね、ショルダーバッグみたいに、ババンみたいにかけてるなんて、俺びっくりしたよ。 軍曹じゃないですかお前当たり前だろお前戦争だぞ。んなよ。そうですね。とりあえずお前はアバとかカウンターストライクオンラインやれ FPS。おお。まあのんちゃん詳しいんで聞いてみます。あのんちゃんやるんだ。のんちゃんだってゲーマーですよもともと。あそうなんだ。はい。へえ。 だから。じゃあ、お前、のんちゃんの方が上手いかもな。絶対踏みまいっす。じゃあ、のんちゃんサブリーダーにしようかな。<laughs> え、のんちゃんサブリーダーやるのんちゃん寝てるな。<laughs> なんか、サメ島さんが今、のんちゃんサブリーダーって言われたんだけど <laughs>。寄り目使えないって。寄り目使えねえよ。うん。へー G、SO。今はやんないけど、昔面白かったね。<ー>お前、だからハンドガン買えよ、もう、とりあえず。ナイフとかはないですかゴムのナイフで。あの、スポンジナイフっていうのは OK。はい はい、それでこうやってあ一応ありなんですかさばけその作っていうのあの場所による場所によ<ー>要するにあのフリーズっていう声かけシステムだったり接近戦ではいまあスポンジナイフは OK してるっていうまあそれはもうフィールドによってまちまちただコスプレで持つのはいるよ持ってる人はなるほど<分>なるほどただお前の場合は持たなくていいと思うナイフはまあサ,サブマシンガンですもんね近接ですもんね うんまあ近接っていうかハンドガン持ってねえのにナイフ持つ意味ないじゃん、うんはい、あまあ確かに <laughs> その前に用意するもんがあるんだろうそ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 の前にだって買うものいっぱいあるもん、うん、ガンバッグだって買わなきゃなんないしですねこないだた旦あれ買わなかったの何でしたっけあの,のけアマゾンの名前忘れたあれ良かったっすよねガンバッグ5000円ぐらいのはいあれなら多分入ると思うんだそれはいガンバッグ買おうかな もうそういうの買わなきゃダメだよ絶対まあ確かに確かに当たり前だろお前すいませんはいむき出しで運んでるやつなんか一人もいねえよ <laughs> まあまあそうっすね <laughs>、うん、ギターケースに入れていきますギターケースだそこがダサい <laughs> 何ギターケースにか紙袋とか <laughs> お前もう首だな <laughs> いや、ギターケースから銃出てきたら、男のロマンじゃないですか。いや、首首。首。首<ビ>だね。首。早くない。戦力外通告。早くない、まだ戦場に出てないんだよ、俺。だ、当たり前じゃん、その舐めすぎだよ。<laughs> すいません。もう、本当に悪打ちけするんだったら、はい、ミュウツーとやってって話だよ。<laughs> なんでよ。当たり前じゃん、俺ガチだってんの。<laughs> まあ、まあ、そうっすね。 俺だって明細の服まで買ってんだよ。<laughs> いや俺ガチだからマジあまあまあ知ってます知ってます知ってます。この間のフットサルもガチだ <laughs> 悪ふざけするやついないわけじゃん。あそうっすね。うん、ねえ,え、じゃあ何お前はあの青山の企画では真面目にやって、はい、俺の企画は企画っていうか俺があの提案してることに対しては悪ふざけでやるの <laughs> ししししやんないけど。 いやもちろんね冗談で言ってんだったらいいけどお前ハンドガン至近距離で目にぶっ放すよ人に打つだって言ったばっかりでしょいやワドは人じゃないの何なの俺寄り目寄り目寄り目人だわ寄り目は人じゃない人だよまあでもマジであの道具は揃えて損ないからまあまあそうっすねお前金ないのいやまああんまりないっすねいくらあんだよ今残 ザンっつってももう全然ですよギリギリっすよい,<や>い,いくらだよいやまあ15万ぐらい買えんじゃんだから生活費とか電気代とかも払わないでお前える俺なんかザンこないだゼロになったんだぞ、はい、まあだから買いやわかりますよそう出費はでかいっすよ俺はね明細はね関連明細が本当は好きなの、はい、関連明細 寒冷明細というのは白を基調にした雪山とかそういうどっちかというとそのあの淡い感じの例えばあのネイビーシールズとかの青迷彩とかかっこいいですね,、はい、あのね緑の迷彩はあんまりそれか砂漠とかタンカラーとかこれはどっちかというともうゴリゴリの迷彩よりもかなおあれはかっこいいですね。うん だからもうお前フェイスマスク買ったお前ゴーグルとかあそれネットで買おうと思ってあの家に持ち帰りましたあまあねまあまあすぐやるわけじゃないからねはい10だけはまあなんか店員さん良かったんでここで買おうと思ってうんで3万4000円か、うん、はいまあ新品なら高いよねまあまあそうですね数千何あれはハイ,ハイサイクルはいくらハイサイクルだと3万5000円だから変わんないんだ4万ぐらいになったかな5000円プラスみたいなはね そうするあっ DT2 使いたいねスナイパー買うんだったらねうん,うん、うん、俺は関連明細なんですようんあとで俺は今ハンドガンをデジタルピクセル明細にしようと考えてる、うん、試案中うんお前自分で塗装するんだからなジュートが僕もやりますよ真っ赤にしますよ何色にすんの真っ赤ですこの前話したじゃないですかああ言ってたねはい赤い P90 あま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 あなんかサイバーなんか映画に出てきそうなアニメとか ああいはいはいあのエヴァンゲリオンみたいな感じかそうですそうですそうですああいうアニメ系かあの広角機動隊とかアキラとかああガンツとかねガンツとかそう,そういうイメージです僕の中はスクエアそうスクエアパターンが入ってるデジタルピクセルだからただデジタルピクセルにするのにすげえ大変なんだよ、うん、マスキングテープをあの,あ<れ>あのなんていうのあのねあ<れ>なんて言う,、ね、う,うんだろうドットみあの四角グぐねあて言うんだろデジタルピクセルでグ,グって うん,うん、うん、それにし自分でやるから、うん、かなりセンスは問われる<ー>だからハンドガンで試してうまくいったら、まあ、AK とかもデジタルピクセルにしようかなって思うでかすぎるから AK は,はい、はい、らデジタルピクセルになるとあらが絶対出るからはい、はい、お前全然分かってねえだろいや専門用語が多すぎて全然分かんない <laughs> 全然専門じゃねえよ別に、うん、明細のパターンを言ってんだよ まあ、聞いとけよお前は上手なんだからよ。はい、すみません。聞いてるでしょ。な、ね、んで怒るの聞いてるでしょ。じゃ勧誘は成功してんのかい。あー、416いいね、HK416。うん、6万ぐらいするよね。うん、いや、凛々もやるっつったの、<あ>この枠でやって言ってんだから、成功してるでしょ。成功してねえだろ、てめえ、おに一人も勧誘できてねえじゃん。今の時点で俺しかいねえんだよ、やってるやつ。 いやのんちゃんもリンリンも俺も俺一人親方じゃねえか今んとこ <laughs> 知らないよそんな、うん、一人親方かどうかわかんないですけどいやどうすんだお前上手 <laughs> 一人親方の上手になっちゃうじゃねえかでもまあまあ増やしていきますよ見込み何人だ今見込みいやだてる誘ってたり光くん誘ってたりん喧嘩したじゃんかしちゃったなんで喧嘩したのあれいやあいつも言ってることでやってることはムカつくから <laughs> <laughs> あとね、まず家がないやつは信用できない。<家>和道ですら家があるのに、俺日頃行ってんの。<laughs> あの和道ですら家がある。こうや、パルパル、ヒカルくん、テルチャンビンか、うん。あそこら辺は誘わなくていい。あの,あの辺いらないのだって家がない人間嫌じゃん。だって銃保管どうすんのああ、やっぱそう。<銃>ダンプポーチ買っとけよ、お前。なんすか、ダンプポーチって。お前さ、勉強しろよ。いや、だからダンプポーチってのは使い終わったマガジンとかをしまう。 ああはい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 。絶対いるから。あまあ、いりますね。絶対いるから。野外なんか特にいるから。で、まあ、ハンドガンとかだったらポケット入れられるよ、マガジンは。でも、多分 P90 のマガジンなんかポケット入れられないから、無理ですね。無理っすね。無理すあの、お前、じゃあ予備のマガジン、どこに入れんだよ。いや、加えておこうかな。バカなんじゃないお前、本当は。お前、クビにするよ、マジで。いや、マジで言ってんだったら、俺、本当もう嫌だから。 あのそんなやつと一緒にやりたくないしなんで今日ピリピリしてんの当たり前だろってねやるわカラビおめえ遊びじゃねえんだぞはいすみませんお前らまた海に突き落とすぞお前これ <laughs> またってお前いや真面目にミリタリーベストとかいろいろいるの、うんうん、いやわかるけどクビだよねこれリスナーさんどう思います <laughs> い<や>俺6万ぐらいかけてんだよ。 でもまだお金足んないんで、ま,まだ欲しいんだ俺。うんまだ手が届かないところいっぱいあんだよ。戦争 <laughs> 舐めすぎだろ、こいつ。<laughs> また髭反り反るか、お前、おい。いや、めんどくさい、もう。いやいや、ちゃんと買いますよ。こういうやつでしょホルダーみたいなやつでしょまあ、ホルスターだったり、うん、まあ、それはハンドガンのホルスターとか、あとは直キみたいな。うん、そ,うそう、あの、ほら、<う>ベトナム戦争とかのさ。はいはいはい。 やつ見てまあ、そういうのだったら長物だからやっぱ長いからマガジンが、はい、そういう直球買わなきゃダメだと思う4000円ぐらいかな横にこうやって入れとくタイプがいいですね出しやすいんで、うん、え横って何腰ベルト腰ベルトのこうあ腰でも売ってる売ってるはい腰タイプがいいですね横のうんまあだったら,だらまあダンプポーチに入れちゃうってのも手だようんありすねでダンプポーチだけ買ってまあとりあえず訳分かんなくなっちゃうけどうん まあ、予備マガジンと使用済みマガジンを入れられる。まだ、まあ、とりあえずそれでも間に合う。<laughs> で、ダンプポーチなんか1000円ぐらいで買える。ああ、そんなもんなんですね。多分、まあ、俺は500円ぐらいの買ったちっちゃいやつ。俺はハンドガンだけだから、マガジン。<laughs> うん。<laughs> うん。うんだから、とりあえず、うんああ、あとはベルト。ベルトはいる。まあ、ベルト。まあ、もちろん自分のベルトに通してもいいんだけど、はい、うん。まあまあまあ、あの、つけはあの、着脱、簡単な方がいいじゃん。ですね。 いや、無線だってね、うん、買いたいけど、こいつはこんなやる気ないから、買ってません。やる気ないやる気ねえじゃねえか、おめえよ。<laughs> ひど<っ>。ひどくねえだろ。お前の方がひどいぞ、今。いや、じゃわかんないもんはわかんないんだから俺もわかんないよ。わかんないから、とりあえず YouTube とかで。 サバゲー装備とかググってとりあえずディスっとけみたいな感じとか独学だよ俺リスナーさんから聞いて、うんうん、あじゃあもう夜寝る前に、うん、あ YouTube でサバゲーの装備紹介とか、うん、初心者向けの装備とかでね見て、うんうん、あこういうのあれば便利だなーっていうので買ってるよ俺自分で、うんうん、<laughs> で俺が隊長なんだぞ僕がそうす、ね、僕が隊長だぞ <laughs> はいいやいやボソンじゃないですかそれ <laughs> <laughs> お前副隊長だけど僕だぞいや分かってますよ分かってますよ お前は俺の下だぞ僕の知ってますよ、うん、僕ちゃん隊長だからなでもあれですよあの戦場では一番仲間に打たれるのはそ,そうそ,らそうそう貢献した人よそうですよお前バージンじゃねえんだよいやだからバージンだから背中狙われちゃいますよやっぱり知らねえんだもん <laughs> <laughs> 何よお前なんか俺が狙ってるいや、でも映画で言ってましたもん。リーダー、体調格は一番気をつけるのは仲間からじゃあさ、<う>じゃあさ、お前ね、<あ>今日、越後屋だって言ったんだって、昨日。はい、そうです。お前なんで聞かなかったんだよ。え、何よいや、サバゲーで最低限必要な装備くらくら。聞い,聞いた、聞いた。聞いて。い何でお前10しか買ってねえんだよいやいや、いっぱい買ってるよ。サブマガジン、うん、マガジン。サブマガジンって、別にいらないで。 いやそうだ,だからノーマル買ったから300発の要は実戦を買何,何発そうでこれノーマルだと69なんですよ68かなーーあーちょっと少ねやなそう,そうだよな、ねね、だから実戦配備のために拡張で3000発あ三300発入るやつで鮫、うん、島さんに言われたバイオ BB 弾あ<ー>、うん、バイオ BB 弾えっ、ー、とバッテリーの充電器バッテリー うんまあそれ高いもんなバッテリーがなバッテリーセットで割り引いてもらいますわ、ね、えっとあとあ,あとあのベルトっすねあのなんだそれはだからさサブマシンガン用の装備だ、はい、俺が言いたいのは、はいね、俺が言いたいのはもろもろの,の装備はいまあ靴とか服はいいよ別にあとあれっすよねまあまあその動きやすい格好で、まあ、ある程度まあ動きまれりゃいいよスニーカーとかならうん、うん、めお前はなんでお前ホルスターとかハンドガンとかお前ね それはサブマシンガンの装備でしょ俺はマガジンはまあ250発入るから、マガジンは予備マガジンはいらないかなと思って、今はね。<laughs> とりあえずお金使えないから、今。うん、だからハンドガンのホルスターとかもこれ2000円ぐらいしたんかな。うん、で、マガジン、予備マガジンが2千0 0何百円。で、ハンドガンが1万円。ガスが2000円。うんうん であと俺は明細工を上下とあと靴を、うん、まあ全てで8000円ぐらいかで、うん、ダンプポーチが600円ぐらいか、うん、お前バカお前金かかるってお前これからかかるんだよ <laughs> はいお前ガンバッグはどうしたんだ俺ガンバッグも買ってるよまあ1800円ぐらいだけど俺のガンバッグいやだからさ昨日その10月末までに間に合わせますって言ってさそうさ全部意識今日揃えるって話じゃないから れあ何言ってんのお前ななな何を言ってんすか <laughs> お前やる気ないのいや,やる気はあるっつってんの意味が分かんねえっつってんの<笑><笑>じゃあお前ハンドガン高いから買いませんとか言うなよいやいやだからこれから揃えていきますよゆっくりお前だってさ <laughs> 何なの今日の絡み方 今日の絡み方全然わかっない,いやね、本当はね、明日お前と一緒に行きたかったわかいや、僕も行きたかったですよ。ただ、今の装備じゃ無理だから、今の装備じゃ無理だからってお断りしたじゃないですか、昨日。んゃんだそれがおかしいんだよ。えそうガンバッグは絶対いるし。うん。いや、ガンバッグはいらないと思ってま,ませんよ、僕。じゃあなんで買わねえんだよ。一番最初に買うだろ。う。<laughs> <平>マガジンだって、正直、もう最初の標準マガジンで良かったんだよ。良かったの だって別に300発はお前撃てねえもん。たぶん69発も撃てねえん、一回うーん。たぶせいぜい40発ぐらいだと思う。さあもうほんと撃って。うん,うん。<laughs> じゃあお前な、じゃあ俺がお前に、はい、あ、いいよいいよ、いってもいいよ、ゆっくり集めなっていうアマちゃんな体調と厳しい体調、どっちがいい <laughs> アマちゃんの方がいい <laughs>。だ、お前上手にはいらない。なん <laughs> なんだよ。いらない、お前 P90 返してこい。 返してこいってもうガンガン使っちゃったよもう開封しちゃってもうつけちゃってるもう無理よいやいや知らないそんなの。<laughs> 知らないよじゃないよ本当にいやマジでさ、うん、やるのならさ、うん、まあ10月末お金の事情はわかるよ、うん、でもさな、うん、めすぎだよね何が何がなめてんのよマジバチンバチンにやられるよマジでどうう超痛いよいやう痛いですよそれは打たれたら ね、マスクもまだ買ってない。ね除外でいいよな、もうこいつな。何を言ってんのもうダメだよ、お前は。やる気が感じられない。やばかるよ、ッキーケージ買ったって言って、喜んで俺に電話してきてくれたじゃん。いや、だから、それは喜んでないなと思ったよ、正直。喜んでじゃなくて、一応、体調に挨拶しないと。思っちんしながら店を出た瞬間に電話したんですよ。いや、俺はうぜいなと思ったよ。 はあのねあのね喧嘩になるからそういうトークやめなさいよ <laughs> いやでもだってさ時間帯考えるって思うじゃん時間帯別に夜の8じゃないですかこんなもんねいきなり電話来られてさ、うん、友達でもないのに <laughs> ああもうひどいなこんなでもマスクとかないと絶対ダメだからもうん、多分今の装備でもフィールドは出れるあ、うん、出れないですよ 出れないですよ、言われました。ゴーグルとマスクがないと出れないって言われました。そう、出れない。あと、グローブは絶対あったほうがいい。なくてもいいんだけどね。俺は絶対100均の軍手でもいいから、しといたほうがいい。俺は100均の軍手、とりあえず買ったから、まあこの間忘れたんだけど、それ。それ、手に当たって、手に当たって痛いってことですか、グローブ。やばいもう、やばい、ほんとやばい。あの距離にもよるけど、 まあまあ、室内線だったら間違いなくいる。へ<ー>屋外線まだ俺野外線は明日が初めてだから。はい。まだどれぐらいの痛みなのかは。まあたそんな痛くないと思う、屋外線は。うん。うん、まあ言っても広いから、まあバカみたいに広いから。はい。うん。だいいからお前なんでマスク買ってねえんだよ。いやだから買うって。 買うって言って、お前何日経ってんだお前誘ってから。何日経ってるんだじゃなくて、俺は前からお前マスクなんか1000円ぐらいだよ。いやだから。言っても2000円ぐらいだよ。<laughs> 選んでも。あのね。10月末まで待ってくれって。なんでお前スケボーなんか買っちゃったのあんなゴミにサバいやだから本当はサバゲーを最初買う予定だったんですよ。ただ友達がいないと無理だからっていう理由でスケボーにしたんですよ。うん、ああ、そうなんだ。はい。売らないのそれ。まあ売れないか。売れないです、売れないです。はい。 もう2足3万だよね、5000円ぐらいだよね、いやー、そんな値つかないっすよ。もう傷ついちゃるいや、もう3万弱でしょ。あれ2万ぐらいっすよ。あ、2万なんだ。はい。安いやつなん安くねえよ、高えよ。それでお前1丁買えたんだよ。あ、まあハンドガン買いましたもんね。まあハンドガンは2丁買えるよ、余裕で。うん、なるほど。じゃあお前スケボー乗ってこいよ。スケボー乗ってフィールド走り回るよ。違いじゃん、もう。いや、お前気違いだもん。P90 持って。 そうスケボーで。何がしたいんだってだでもお前のスケボーセンスは絶望だから <laughs>、はい、はいはいはい、うん。もうやめた方がいい <laughs> そう遊ぶならちゃんと装備をしてくれないとだから揃えるっつってんのをもうそこいじっても答え出ないから。だかお前揃えてさ10月末に揃いました。うんはい、じゃあフィールドにデビューするのが11月です。はい、お前そんな貸し切りなんかできるわけねえじゃん。 だから年末か、ーー年末か年始に向けて頑張ろうねっていうミーティングをしてるじゃないですか。なんだミーティングって。<laughs> なんだよって昨日の、昨日の夜話したでしょ<や>武器揃えたんで、<俺>メンバーとかの負担かかんないように年末ぐらいで調整しましょうねって。ね、メンバーはどうなったんだよ、サブリーダーよ。だから、のんちゃんと。正式入隊したの誰だよ 俺とお前しかいないなだぞ今んとこだからのんちゃんいるでしょのんちゃん怪我してんだろ <coughs> だからのんちゃんが怪我が治るとか年末になったら治るでしょって言ってんの <laughs> お前遅いいや練習いるんだよだ俺はだからフィールド出てんだよ、うんはい、室内と野外のフィールドを俺が覚えてないと、はい、い分かんないねじゃんね体調なんないじゃん話になんないじゃんはいこいつ使えねえなって思われんじゃんまあ,あそうですねだから俺はもういち早く装備を揃えてやってんだよ、はいはい、お前がその意識直ってどうすんだよ すみませんお前はサブリーダーなんい。なのにお前はねんか派遣社員みたいなねんかそんな態度でやられたらかまったもんじゃないよそう思いませんリスナーの皆さん180人の皆さんえじゃハハハハお前がねハハ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 俺はお前にハハし。ハハ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 ハ俺ハハハハハハハ お前、ねまあ、なんがねおんぶに抱っこで俺にさなんかさ、うん、いや,いや,いやんでお前が知識なくて困るんだよいや、まあ、まあそれはそうですね勉強しないといけないですから、うん、ダンプコーチってなですかとかさう、野戦とかもやるんだからね野戦うんお前さ今俺は蛍光 BB 弾発射するためのトレーサーも買いたいんだよトレーサートレーサーが7000円か8000円するんだよ、はい、まあいいものは9000円するんだよはい、はい これはチッコ BB 弾に光を与えるための、はい言っちゃえばライト。ほうほうああ、はいはいはい。っていうのバレルにつけるやつなんだけど。はい,いや。俺はそこまで考えて、お前は何考えてんだよ。お前何 ?10 月末までには揃えますお前その前にジョリンリンが揃えちゃったらどうすんだよ、お前。ジョリンリンサブリーダーだぞ。<laughs> <laughs> そう、トレーサーが欲しいんだね、今ね。うん、でも、まあ、野戦か、まあ室内戦でしか使えないから、トレーサー はい、はい。まあ、ナイトスコープまではね、ちょっと手出ないけど、4万ぐらいするから。<laughs> お前、どうすんだよ。何、どう ?15 万あるんだろ。いや、だから。何言ってんのお前。保険がある人生じゃねえだろ、お前の人生。いや、あるでしょ。いろいろあるでしょ。俺、保険と俺、んとないほんとか俺、ほんとかあるでしょ俺、ほんとに。俺、ほんとに。俺、ほんとに。ない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 さあるんとに。俺、んとん そんなものはない。電気代とか水道代とかも払っていかないといけないんだよ <laughs>。たかが知れてんじゃんそんなもん。まあまあまあ。そうそう。趣味の趣味にが大好きな人は一気に揃えたいの。お前やる気ねえだろ。めんどくさい。<は>マジ。うん。そう。今が一番いい季節なのに今逃してどうすんのよ、はい。はい。これから寒くなったらガスガンなんかガス動かないんだからね、はい、寒くて。はい。はい はいじゃねえよ、お前。はい。15万あれば、あと5万で揃うよ。はい、5万もいらないよ。うん、ハンドガンが、まあ、1万何千円まあ、もろもろで。はい。まあ、多分、中古で買えば1万ぐらいで収まるんじゃないうおまあまあまあ、中古で買いますね。で、なぜ、ホルスターいるでしょ、ハンドガン。で、もホルスターなんかも、もう2000も経つばいいの買えるから。うん。で、お前は直帰がいるでしょ。だ,だったら、ホルスターいらないんだよ。うん、うん、うん。 まあ、直近につけられるホルスター買わなきゃダメなのかな。ちょっとそこら辺分かんないけど。うん。うん、でも、だってお前はダンプポーチ買えば、まあ、マガジンなんかその中に入れちゃえばいいんだから。はい。まあ、1000円ぐらいでダンプポーチ買って、マガジンはそこに、まあ、しばらく入れる。はい。うん。<laughs> そう。はい、俺はやりたいことには、とことん俺は積極的だから、ストイックだから。はい。まあ、服なんかはいらないよ、別に。私服で全然いいよ。はい。 俺はあくまで迷彩買った自分の趣味だから。なんな男だろ、お前。<laughs> はい。お前な、女子高生みんな処女みたいなこと言ってんじゃねえよ。<laughs> 作業着でいい、全然。極端な話、<うん S 1> ワーグマンの作業着いいつなぎとかでもかっこいいっすよね。普通はもうトレーナーでもいいんだよ、別に。<うん S 1> スニーカー履いてればちゃんとね、動きやすい。<うん S 1> 服はもうジャージでも、あの、半ズボンでもいいんだよ、極端な話。<うん S 1> はいはいはい、は。い でもハンドガンとか揃えてくんないと。うん、え、じゃあお前、こうやがもし入って、はい、入るか分かんないけど、あいつは。はい。入って、お前、あいつがガチガチの装備揃えたらどうすんだよ、お前。お前、P90 だけだよ。はい。お前、立たねえだろ。え立たない顔が。お前、ドレボーイも一応勧誘してるけど。ドレさんは、なんか、近接戦闘で格闘技だけでやるって言っだから、それからルール上ダメだから。<laughs> 俺は<ぶ>。うう上手には入れらんねえし。うまそうっす、ね はい、当たり前じゃん、そんなルール守んねえやつは。そう、あくまでフィールドに出れる最低限の装備、俺は揃えたんだよ、うん、すぐに。M4A1、うんうん、は余計な買い物だったけども。まあでも、M4A1 はホルムがもう大好きで、M4CQBR が欲しかったから、はい、まあ1万8000円で買えんならいいかと思って買ったけど、はい、もうどうすんだよ。いや、まあ揃えますけど。だいつまで揃えんだよ。 いやだから、さっきから言ってるけど、月末までお前言ったよな。もしかしたら、あの、フィールドに出るからって。月末までに全部揃えるって最初っから、月末までに全部揃えるって最初から話してるわけですよね。 いや、聞けじゃなくて、もうこのコンセプトが始まってる時から、俺は、月末、10月の月末までに全部揃えるからって言ってるでしょなんでそれがわかんないの月末までに全部揃えるから。シャラップ。トレさんみたいな言っちゃえば、サブリーダーじゃない人間はいいんだよ、役職がない人間は。はい。レンタルでも。はい。 うん。あ、本当月末、あ、じゃあ、ドレさん頑張って。お前は月末前に揃えなきゃダメだよ。だから、揃えるっつってんじゃん。<laughs> お前は悪いけど、役職ありなんだよ。いやいや、役職ありでも、責任があるんだ生、俺ね、月末に揃えられなくて説教されてんのは分かるんだけど、今日8日なの。月末に揃える約束する。あのさ、俺、いつから言ってる ?3、4日前 だよな、アマゾンでポチでたよな、<あ>ダンプポーチとかマスクはな。いや、だから自分の買う銃とかも何なのかを勉強今寝。家るって言ったべ ?3 日もじゃあハンドガンも知識ないからいろんなサイト見ながらとかやってるんですよ、寝る前に。<laughs> トイレに入っ,って、ね。じゃあなんでダンプポーチって何ですかって何なんですって。いや、だから分かんないもんは分かんないじゃないですか。そうすると、だって現場に出てないんだから。 現場に出てないってか、だって装備が揃ってねえの、現場出れねえべ。いやだ、だからだからわかんないもんはわかんないわけでしょだったらお前フィールドに行ってよ、定例会とかに顔出してよ、ね、何が必要なのかとかで先輩たちに聞けばいいじゃないか。いや、だからその装備がまだ整ってないんだっ,つってんの。 いや、デザートイーグルはダメ、ワドウには。デカすぎ。どれだろあ、重いのはダメです。僕。合わなかったです。握ってきました。ダメでした。ワドウは、どっちかって言ったら豆鉄砲みたいな、あの、なんか、女の売春婦が持つような鉄砲。あ、そういうのがいいですね。軽い。一発装てのやつ。一発装てもいい。あ、それってあれでしょ暗殺用とかのやつでしょ暗殺用ってか、もう、手のひらに収まるはいはい。それ暗殺用だから。ねな女売春婦がさ、なんか、太ももとかに隠してくれつ内ももにね。 ミニスカートの内ちもから出てくるやつだよ俺が教えてるじゃんいろいろハンドガンはデザートイーグルお前は持ったと思うけど実際実物をでかいからデザートイーグル動きづらかったっすねやっぱでかいとでかい人間がそういうのはいいんだよかっこいいに似合わないそうお前みたいなのは豆鉄砲で十分なんだよそう M 級がいいと思う M 級がガトリングガン8万5000円で売ってましたよ あのターミネーターみたいなやつ <laughs> 売ってるけど、まあ、ドレさんだったら似合うけどもう完全なロールプレーになるよ <laughs> そうっすねうんだからドレさんはまああのー、多分 HK416 とかでもいいと思う、うん、とにかくでかい銃がかっこいいと思ううん似合うと思うでやっぱ筋肉もあるからでかい銃を、ま、取り回せるうん <laughs> 一緒にやりたいから言ってんに決まってんじゃん当たり前じゃん、うん、それはうんで金かけたくないんだったらやらなくていいよ別に かか金かかるもんこの趣味。かかって当たり前だよこんな趣味。<laughs> もうやべえな本当。いやいやワードワード勘違いしないで。何が？金かかる趣味だから。いやなんか金かかるのわかってる。あのねこの間あの室内フィールドでやった人一、うん、兆の銃に。うん 15万使ってるよ。1兆<ー>の10に。中身の内部の構造を変えて、<laughs> あとはな<ー>あな、なんか、あの、なんか、スコープとか、あとはなんかいろいろ変えて、うん、本体価格が6万で、改造、カスタムするのに 10, 10万ぐらい使ったって言ってるよ。うん。うん。こ <laughs> んなもんなんだよ。この、うん。わかるけど。かるわかる。ね、お前は。うん、だから最初は俺中古でいいんじゃないって言ったじゃん。うん。まあそれでだんだん分かってきて、 ああこういうのがいいなってなったら新品買えばいいよねって俺言ったらお前が新品買ったんじゃんいや買ったけど、うん、ちょっと待ってなんで俺がわかんないなんで買って怒られてんの俺違う違う買ってなくて怒ってんだよ俺は,はで新品買うんだったら中古の1万8000円ぐらいの買って残りで装備そえられたべだってさおとといぐらいの話だろ P90 だったらハンドガンはまあじゃゃじゃあのねもうぶっちゃけ言うよ、うん 装備ってのは威圧になるんだよ。お前が P90 構えてね、なんか変な、なんか変な、シみのついた T シャツ着て、<う>ね、ビールっ腹で、猫、ね、背のおっさんが寄り目でね、<う>全然怖くねえじゃん。<う>あ,あいつ、もう絶対、ゆうれぶいんだよね、みたいな。お,<う>お前、サブリーダーなんだよ。うん相手を。相手に恐怖を与えなかったらだめなんだお前が。うん、ねっ、うん、<laughs> 俺の、俺、僕ちゃんが隊長だぞ、お前。うわ、いや、分かるけど。 お前、タメ口やめろよ。うん。お前、体調になんだよ、その口の使い方面めんどくさい。あめ、言ったな、今、めんどくさいって。あ、言っちゃったね。でも、絡みづらい、今日。いや、絡みづらいじゃないじゃん。装備を揃えろって,って、うん。いや、わかったっつってんのいつ揃うんだよ、お前。だから、月末だっ,つってん。あしたの野外フィールド2回、お前、月末だって, 2> 2って最初から言ってんでしょうか。なんだ、10月末って、悠長なこと言いやってや、この野郎お前。 月末だって。な渡り鳥か、おめえは。<laughs> 渡り鳥の下りわかんないけど早ければ早い方がいいんだよ。うん。一日でも。うん。何や、月末までだ。お前、サブリーダーとしての自覚持てよ。はい。はい。え、お前、お前がな、格好悪いと俺が格好悪くなるんだよ。まあまあ、チームはそうですね。そういうもんだろ、お前。ううね、チームプレーだろ。そ<う>お前、どれさんがよ、月末までに揃えてはわかるよ。うん。俺とお前で言い出した話だろ。まあ、そうっすね。 お前、その言い出し、ね、言っちゃえば、まあ、俺が言い出しっぺで、お前が二番目だよ。その二番目が、お前、後から来る人間に負けてどうすんだよ。もう。どうだから俺はバレニのが言うように、三万の新品買うんだったら、一万五千の中古買って壊れてもいいと。うん。あーじゃねえよ、この野郎。お前、耳が痛いんすよ。え耳が痛いの知らねえよ、耳が痛いかどうか。うん。じゃあわかった。わかじゃあ装備が揃うまで、お前、毎日放送で腕たて100回義務だ。 はぁあ,あ当たり前じゃん。早く揃えればいいんだよ。だから。嫌だな。そういうことよ。当たり前じゃん、それ。RMT さんがいいこと言ってた。もう全然分かんないし、絡みづらいお前楽な道、楽な道に逃げてるもんな。何がすかお前のこと守んねえからな、絶対、戦場で。お前のこと撃つからな、俺。それ、チームが弱くなるだけですよ。いいよ、別に。お前がいる時点で弱いもん。今のお前がいる時点で だってしょうがないじゃん、それ。めちゃくちゃだよ、もう本当に。だって、P91 丁で何、ドヤ顔して気持ち悪いな。はい、ほら、はい、リスナーも言ってんじゃん、それでも。リスナーと一緒にやりたいんでしょお前がいつまでたっても揃えなくて、どうすんのいや、だからそろえ。音密さんとかは揃ってるんだよ。はい、揃ってる人いるんだよ。はい、もう、やってた人。はいはいはい。ね ジョーズが動き出すのに、俺はもう動き出せんの。はい、お前は動き出で,できないじゃん。いつまでも。はい、で何、10月末までには揃えますって。リスナー待たしてんだよ、俺とかを。ね。どう思うそれ。ねリスナーさんとやりたいよねっていう話で始まってるじゃん。フィールドで撮影が、まあ、貸し切りでやれば、まあ撮影は問題なくできるからと。はいね でいっぱい待ってんだよ今、ね、やりたいやりたいね上位やりたい <laughs> 誘ってってーお前が揃うまで誘えないんだよはいそうっすね笑い事だけんだよ、うん、正座するえまあ正座していますけど飯なんか食ってんじゃねえようんそれ食ったらぶん殴るから、ね、はい殴る <laughs> お前さ説教されてる最中にお菓子食うやついる 説教されてるようは分かんないですん。ドリさんだって、待たされてんだよ。だってレンタルでドれさん、そとかできるんだよ。ドさ、うんなんかは。あ、じゃあ、これやってみるよって。あ、ちょっと、花火ありがとう。お前、この花火俺のな。はぁ俺の、はじゃねえよ、お前。俺を待たしてんだよ、お前。え 俺ね、俺ほんとアスペだから、正直結構、ほんとにこの絡みめんどくさいんですよ。何がアスペを言うにすんのいや、言うにすんじゃなくて、このトークが全然面白くない。え俺なん、か漢字性人格障害病気だと思いますよ。だと思いますよ。うるせえな。うるせえな。この絡みが面白くないよ、全然。 だっっててループの笑ってんだえじゃあ何な,なの、うん、お前やんないのやるっつってんじゃん。じゃあいつまでだよ。な月末だっつってんのお前本当トダメなだよ。<laughs> 何がダメなのじゃ月末の最初から。俺とやった人間がそいつがしーべーだなってお前はもうあれだね一ペソつだよ,、うん、だよお前。お前なんか駒使いだよ。みんなのマガジンに弾薬補給と。うんうん みんなのハンドガンのガスガス入れとか、お前駒使い。当たり前だろ、れ。気に入ったの欲しいんですよ。いや、わかるよ、それは。それはわかる。な、p 9賞欲しいって言うから、あいいんじゃないって言ったじゃん。俺。ただ、中古でもいいんじゃないって言ったじゃん。まあ、中古でもそうだけど、秋葉原行ったりとか、のいや、わかるよ、新品。うん。さあ、中古より新品のがいいよ。うん。今、買えよ。 だからハンドガンとか衝動買いしたくないもん。やだ。赤番行くの俺。行くのじゃねえバーガース。<laughs> えどうすんのいつになったらこれを指導するのこの企画。な月末だっつってん,じゃんだ何。なにお前に合わせればいいの俺は。最初から月末の約束でスタートしてるでしょ <laughs> してないしてるわ。してねえよ。してるわ。してねえ勝手に約束してんじゃねえよ、アスペルカがよ。<laughs> 俺、すげえ無駄な時間なんだけど。ねえ <laughs>。なるべく早く揃えますよ。練習すななるべく早くじゃねえよ、お前。今揃えられるんだろ。うはい。いい<今>。あ、うん、あ、もももちろん、あの、とりあえそぞっていいんだよ、誰でも。とりあえず。 あのねやりたいっていう人いたらレンタルできるから、まあ、自分でねお金出せんだったらたぶん多分5000円ぐらい、まあ、5000円あれば借りれる全部フルであ <laughs> スペリアやってなん笑い事、まあ、じゃねえよいやちゃんと揃えますよハンドガンも,ハン,ガンも、まあ、ハンドガンいらねえとか言ってたよなさっき舐めたこと言ったよなはいサブマシンガンあったらだって、うん、ハンドガンやるサブマシンガンはサブマシンガンだろ <ん>メインウェポンになるわけだろお前、はい、サブウェポンどうすんだよサブウェポンハンドガンはサブなんだよ僕だから好き屋とか行ってもあの味噌汁とかいらないタイプなんですよ今からお前んち行こうか <laughs> あのちょっとあの250発装填して <laughs> <laughs> 今から行こうかおま <laughs> 実践訓練実践訓練ああ実践でやってやるよどれぐらいか <laughs> <laughs> 実っ<地>やばいよマジでいやもう痛いですよねこれ絶対いやす痛いっていうレベルじゃないうん俺やめようかなと思ったもん<笑><笑>あ自分に当たった時球がいやちょっとね <laughs> なな涙目になってるえと思ってもうやめちゃうかここ痛いもんだよ <laughs> やばい。あ心そんなに折れるんですかリロードしてる最中にやられんだよ、そうやって。ああ、そのときの。そう、M9 か M1911 でいいのよ、全然、ハンドガンなんて。この二択なの、ハンドガンは。で、こだわりね、詳しくなって、銃とか詳しくなったら、デザートイーグルとか、サムライエッジとか、いろいろある、M92F でもサムライエッジ仕様とか、いろいろ出るから、あくまで応用だから、銃って。はい。 なんだ大体 M9、M1911 の応用で、はい、まあデザートイーグルとは言っちゃえばまた違う部類になるんだけど、うんうん、9mm の銃、うん、まあマグナムとか<え>まあリボルバーとかねあサメさん,なんかドルさんがこの会話に参加したいみたいなんですけどじゃあ一回グループライン作っていいですかああいいよ。あじゃあ招待しますちょっと待ってください,い,い切ります。はい,はいちょっと 作りますかグループえー、っと上手上手えー、っとどれどれの深夜食堂ちょっと待ってください、うんうん、えどれドルさん会話今招待したからグループ LINE 承認してかけるから。 なんかドレさんから通話来てるんだけどグループラインつなぐからドレさん承認して上手あっ鮫島さんだ、うん、サメ鮫島さんが承認したらオッケー もしもしはいはいはいお疲れ様ですドルさんも入りましたあお疲れ上、上手のグループラインお前なめてんだからなめてないですよ全然なめてんだからいやいやもう鮫島さんのそのモードの絡みの対処法わかんないんだって俺いや対処法対処法とかじゃないんだよ、うん、あるんだったらお前な企画者なんだよお前、うん、<や>待たせたな遅い、ね、遅いどうにかしてこれ どれさんどれさんサブリーダーになる待たせたら。また待ってないけど。待ってない。いどれさんサブリーダーになるんだったら、それは、それは分かる。ちょっと何月何日にやっていくらぐらいかかるんだよ。いや、もう、やりたいけど。何十万でもかかる。ないよ、そんなもの。だから、ルールに沿って最低限、それ 6万着ぐらい、今、俺の。だって、トレッキングシューズと、ゴーグルと、体守る服と、うん、あとその、自分の武器はやられいで、ね、しょ服装なんかはスニーカーで大丈夫。運動靴っていうか、その、まあ、スニーカーうん、いや、まあまあ、ね、あるそれはあるけど、うん。で、例えば、ジーンズに、うんまあ、トレーナーみたいな。ーあ肌、肌を隠すもんじゃない、うん、あんなもんで撃たれたらたまんないよ。いや、大丈夫、大丈夫、全然。 それで怪我してもけ俺はあの手に当たったからあのグローブ買えば大丈夫。あそう。いるもので百100均の軍手で大丈夫。それはだレンタルも使いつついくらぐらいかかるんだよ、うん。レンタルだったら 1>,、ね、1万。フードによって違うけど、まあ、フルで借りたらよまあ5千円弱ぐらいかな。え、もっとします、ねあ。でもそんなもんだ。え、多分もっとしますよ。すこんなもんだ。でもいや、だから平均で。 え、だって、レンタル代だけで5000円、入場料、あのー、3、4000円っすよるじゃじゃあ、入場料抜きだろ、レンタルだけでって話だろ。だから。まあ、でも、全部でいくらかかるのって話だよ。も、まあ、2、1> 1万 2> 3万かかる。一万,万。1> 1万プラス、武器も貸してくれるのあ武器を貸してくれる5000円。じゃあ俺、俺、俺の服のサイズとかあんの裸でいいっすよ。えー、あるんじゃない裸でいいっす。まあまあ、T シャツ持ってっけどさ。 うん、まあとりあえずトレーナーとかパーカーがあれば大丈夫、問題はない。で、い,いつだってパーカーなんだ、あんなもう誘われてる。で、俺たちはいつ参加するのミッションはいつわどーが全然こっちやんねえから、ふざけんなよ、わどー。なめてんのか。めんかそれ全部やってんの、俺だから。のんちゃんもりんりんも、リスナーさんに声かけてんのも俺だから、光くんもやる。だから声かけてて、えがそろってなくてどうする違う、光かるくんは。 話を聞け話をお前ら話を聞け話を聞けそれはテルもやるっつってたのに喧嘩しちゃったんだよテルチャンピオンどうでもやんなやつだ誰もそう揃えてねえじゃん誰一人俺だけだよ俺は CQC できるからいいんだよ CQC はダメだけどどれそろってねえんだよ お前サブリーダーだろお前言っちゃえば装備揃ってないのに勧誘だけさりね。お前バイトリーダーのくせに何やってんだよ。お前舐めんなってめえこんな。めんどくせえこいつら。なんだこいつらって。めんどくさい。いやめんどくさいんだってこの絡みマジで。イライラするから楽しくやろうよ。かっこ悪いって。かっこ悪いって楽しくやろうよ。昨日まで楽しかったじゃな何これ。 いや、普通にさ、いや,いや、お前 P90 ありだよみたいな、頑張ろうねって言ってた、ああカズマさん、どこ行ったのもう超めんどくさい、<分>もう、コーンダサいって、うん、楽しんでやろうよ。食べやったりたいけど、さすがにちょっとルールわかんないからな。うん、らルールは大丈夫、あのね、あのレギュレーションっていうのがあるから、うん、開始前に。それを詳し、あのー、そのゲームマスターが教えてくれるし、OK、うん。それはもう全然大丈夫。 大体俺が何年傭兵やったと思ってんのホンだよ、お前。体験見たら分かんだろ、う分かんないのか、ワード。完全に色白のなんか、もう、ダメなこから、ポチャポチャ、ポチャポチャしやがって、これだろ <laughs> な何。何、何なのいや分かった、ワード分かった。じゃあさっき言ったように、うん、全装備揃ってリスナーさんが OK 出すまで、一日で50回。スカットも50回な。スカットも50回。 スクワットは何回でもできるけど、俺、腕立て10回できないの。やれよやるの。で、それを1日の1回1セット、乗るの。5回1セットで10セットやれやいいんだよ。そうだね、5回1セット。うん、そうだね。そう、ノリさんの言うとおり。うん。いや、でもまあ、体を鍛える。うん。いや、鍛えるじゃなくて、揃うまでの義務。うん、分かった。ユッツはスクワット1000回やってんだよ。俺、聖剣好き1万回やってますよ。俺は聖剣好きじゃねえよ、 あれはあれ政権好き政権好きでしょあれはちょっとオードリーってあれ政権好きって言わない俺の政権好きやばいっすよ、本当に。やばくね一体、サバゲーとどう関係あるのよ、政権好きは。関係ないし。お前ささ腕立ても関係ないでしょわれたことやりゃいいんだ。頑張れたことやりゃいいんだ。もなこいつら昭和だな、本当に。嫌いなノリだわ。 嫌いだわ、この。いや、だやりますよ。揃えるって。や,やりますよっ,ってやってねえじゃん。やってねえって何よ。10月末に揃えるっ,って。あとなんか M9 か M1911 の買えばいいんだ、うん、もみんな同じなんで、中身は。いや、俺が豚とか言ってるややけど、俺が間違いなく診断能力だ一番高いから50円ぐやばい、やばい,やばい。生では見たけど、やばい。 本当にちょっと待って,のっても、もう何が嫌だってさ、もう、番組揃えてさ、3人話してるけど、全員病人なんだもん。じゃあ、まともな会話できないんだって。とかちっといいんれやりたいよえ。例えば、リンリンも参加したいって言ってくれてる、俺のリスさんも何人もいるの。うん、あんなもらってくるんやだよ、あんたも準備万端なの、うん、もう、うあとはフィールドの知識とか一応入れて、うん、あ,あもう、まあ一応経験者になれば話は分かりやすいんう。<ー> いつまでたっても装備揃えないと5が出せないのよ。出せねえんだよ。マジで。揃える、揃える。いや、揃える、揃えるじゃなくて、いつまで揃えんだよ、この野郎。3日くらいで全部、ほとんど揃えだよ。やる気があるしさ、3日で揃えてんだよ。じゃう結論から言うけど、別にハンドガンいらないから、正直。いや、いるってマジで。いらないから。P90 だけだから。 え、お前サブリーダーがそんなんでいいの上野行って中田紹介行ってこい、ことやろ。本当だよ。ドルさん、一緒に行こうよ。ドルさん、ハンドガンを1兆ぐらい買おうよ。金あんだから。金ねえよ、おなる企画ばっかだ、今月は。つけえよ、全然金かかってる企画やってねえだろ。お前ふざけんなよ、ほんとに。全然金かかってねえだろ、企画によ。何が金かかるだよ。ルール上いる場合があるから、買わなきゃダメ。 まあ買いますよアンドガンガスガンのブローい,い,、うん、いやブローバッグ買いますよほんとね困るんだよいつまでも5出せないと、うん、お前のデザートイーグル俺に貸せ <laughs> デザートイーグル買わねえっつってんじゃん話聞いてねえな <laughs> 重たいのデザートイーグルデザートイーグルでかいし重いからすげえガチャガチャするから何 何を言ってんの、うん、だって揃える、やるやる言って、お前がいつまでもう揃わなかった。やるやる詐欺やったら、本当に CQC で締めに行くか俺 <laughs> お前んちで210発全弾発射するから。2 <laughs> 二人とも言ってんの、ただの犯罪だから、うん、俺 CQC でお前の関節という関節外すから。<laughs> <laughs> <う>真面目に本当に。 本当,ね、本当にだよ。あのね、和堂があのやる気になってくれたらのしいのすごい。うん、P90 も買ってくれて。うん、俺、でも今、結構もう、慣えてきてるけどね。いや <laughs> あのさっきまで、さっきまで、やめるじゃんねえよ、やるよ。だけど、俺、こういうの嫌いなんだって、ーー普通に楽しくやろうよ。 あのね、アドのね、リスナーを騙しすぎて、うん、今、リスナーが疑似談議になってる。なってねえよ。なってんだよ。なってねえよ。よお前らがそういうこと言うからだろうがよ意外にしろよ<何>お前らがそういうこと言い始めてからよリスナーがあれ始めたんだよ。冗談でもやめろ、それ <laughs> マジで。迷惑マジでこうむってんだよ、こっちは冗談でもやめろ、それ <laughs> そ、お前ら二人だからな。うちのリスナーがあれ初めて犠牲暗になった。お前らが冗談でもそういうこと言うて影響力あんだから考えろよ。冗談じゃねえよ。冗談じゃねえよじゃねえよ。本当に大変なんだからケアすんの。いや、冗談じゃねえよ。や、めなさい、そういうこと楽しくやってんだから。やだわ。体調にこういう口を聞く。うるさいよ、お前は、コッパの癖して。どう思います、リスナーさん、この態度。 体調に口答えだ。体調に口答えだ。体調に口答えじゃないよ。もうこの話ずーっとこんなトーンで聞かされてみるよ。何分電話してると思ってんだよ。だから企画のために。そうそうだから企画のためにやることあるでしょつってんの。もう楽しくやんないと仲間あれするでしょ金がないんんで揃えられませってじゃ企画に乗くだから揃えてんだろ。 P90 しか揃ってねえのかよ !P90 も揃えてんでしょ戦えるでしょ素手で行くよりよっぽどマシでしょお前、ば、ガンバッグ割ってんじゃねえかよだからガンバッグも買うよ買ってねえじゃねえか今よってめんどくせえまして。何がめんどくせえだお前。<ー>隊長はい何でしょうレーションはいくらまでいいんでしょうかおやつはレーションに含まれるんでしょうか ベーションっていうか、あの食事は、まあ、あの野外フィールドとかだったら弁当、仕出し弁当を頼める場所もあるし、仕出し,し弁当でさ、まあまあ、コンビニで買ってったほうがいいかもね、たぶん。了解しました。あの時間によって朝の9時まで、あのなんか10時までの受付とかだから、ウ、う、ィ、ん、ールドによる。うん、あえ、何人 ?10 人集めたら1人5000円で3回再建するの、ねまあ、だと3000円、頭。 5人以上で多分貸してくれたりとか、うん、フィールドによって本当違うんだけど。うん、だから10人,あ10人集まれば3000円ぐらい、3000円とか4000円1人。1> うん、で、ニンリンでしょノンちゃんでしょドレさんでしょ俺そう、ズマさん。レンタルすレえじゃん。俺言ったよね、とりあえずまあ見込みはいいよだね。とりあえず最初はレンタルでやってくれて、うん、まあね、ほら、1人は言えないからね。でも、ワドーはサブリーダーなの。<laughs> サブリーダーなんだよリーダだから買うっつってんだろうもう話聞あのさ,あのさなんて言ったら納得すんの買うっつってんじゃん買うっつってんじゃんえっ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 えあえっ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 えお前っえ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  えー、続け続けて、だから銃を買えばいいんでしょ、買うよ。銃だけじゃねえよ。な、ホルスターとかでしょチョとか。マスクも買ってねえしな。だから、そうだゴーグルだけじゃなくて、マス,マスクもいいんでしょ。ていうか、マスクお揃いにしませんいや、お揃いにしませんってか、だから、お前、そうしろんだよ、お前。えそうしんだよ。お前。何、衣装もお揃いにしすねを、ちょっと待って、すねをうるさい。黙ってスネオ、スんすねを、うん。え、すか？ えいやじゃあいいよ今から行けよエチ屋行かないよ越後、はい、屋に気に入ったのなかったから帰ってきたんだもん赤田商海行けよ何田商でどこでもあるんだら秋葉原だったらいっぱいよだから秋葉原行こうかなと思って中古見ようと思ってなんで今座ってんだおめえよなん <laughs> で座ってんだ <laughs> 俺なんか今日六時からやっとつ待ちだこのある行ってこないはいや人来ないよどうせ、うん こなくたブーセーだよ横詐欺とよ企画詐欺やってるくせに何言ってんのでもやるんだよドレザー有言実行なんだよでもやるんだよそこないからやんねえのか違うから言い出したことはやるんだよ会長にいちいち逆らってんじねめんどくさくなるとめんどくさくなると楽しくなくなる楽しくなくなるぞ楽しくやろうっつってんの 楽しくやろうっ,つってんの。ワド楽しく。うん。今俺楽しい知らないよいお前が楽しいかどうかお前が決めんだよ知らねえ俺はつまんねえよ全然俺は全然面白くねえよだから早くやりたいっつってんだ,だから早くやるっつってんじゃんああ、もうループも、病気。じゃあもうやめていいよ、別に。なんなんだよ、それ。 だって嫌なんでしょ嫌なんでしょってこれは嫌でしょだってやりたいっつってんだから普通に待ってりゃいいじゃん。最初から月末だっつってんじゃん。最初から。えサメちゃん、カミさサメちゃん、カミさんだったらたまんねえな、これな。これやばいもん。マジやばいやん。マジやばいママかと思った。お前なんかな、所詮な、ドリメなんだよ。 寄 <laughs> り目やんなすねを黙れ寄り目やろうがよ寄り目やろうがでもいいよもうだったらもう俺はね明日もね、うん、もう野外戦ねもう引きますって言ってあ、うん、この時間に来てくださいってもうちゃんと連絡も、うん、お前なもしお前が揃ってりゃお前も一緒に行けたのに、うん、お前は揃えなかったんだよ時間も金もあった、うんうん、な 会,会長暇もありましたよこいつ<あ>時間があるって言ってんじゃんバカなのかよ時間あったバカですバカです、うん、あ余れない職法ともそうでは練習にもなるし <laughs> お前もそう,そういう地域は皆無に近いと思うから中とかね勉強にもなるだろうお前な勉強もまだなるじゃんお前が知らなくてどうすんだよねこれどうなるかっいやわかんないねっては言えないだろう。 サブリー舞台の損亡がかかってんだよ、サブコマウラーの動きで。いないんだよ、いないんだよ、隊長は。俺はそうやってもう現場を見てんだよ、現場で学んでんだよ、俺。<え>お前は何やってたんだよ。だ,だから、昨日は銃買いに行ってたでし <laughs> お前、それなら1時間に2時間だろ。 残りの22時間何してたの何してたってなんで配信やってた10回に行っね。っよ内,職内職。内職放送やってました、隊長、こいつは。でも花火飛ばねえよお前、どうせぶ。仏教について話します、こいつあ本当もうそういうの嫌。<laughs> なんでそういうの、うん、だから旅行をつとかもさ、全部詐欺で終わるんだよね。うん、だとしたら別にもうワードやんなくていいよ。やんなくていいよ。やる気がない。やる気がないじゃん。 俺はすげえやる気あるから全部揃えたよ一瞬でやる気しかないからね俺はやる気しかないか一1日4時間ぐらい体鍛えてお前らの誰よりも身体能力高いよ、うん、間違いないじゃお前がやる気ないんだったら俺はすごいショックだしやる気あるからや,ショックやる気はあるっつってんのやる気あるけど揃ってない だから、揃ってないって、だから、自分のさ、買いたいものぐらい選ばせてよ、自分で。いや、わかるよ、それは。でも、<お>マックとか、ダンプポーチ。だから、それも全部自分に合ってるもの買いたいじゃん。なんでそれを強要するんだよ。強要するに決まってんだろ。なお前はいつもか、か格好からバッグ入ってた格好から入って、何が悪いんだよ。<laughs> <laughs> 俺の金で買うんだから、格好つけさせてくれよ。い,いいだろ、別に。お前いい、ワ、ま、ド、DM しちゃって。 DM, DM? はい。あざちょっと喋ってて。てはい。カマヤロうがよ。カマヤローがよ、ね。みんなに尊敬されなかったら、お前らがサブリーダーの資格ないだろ、ね、<う>マンスリー、お前ら、百何十円のくせで、何やお前、好きなもんせのをるとこもなえ、ちょっと待って、フェイスゴーグルとか全部くれるって。だだったたらもうえ、いただいていいんですかえ、マジですか いただけフェイスゴーグル、迷彩装備、スワット装備とある。ね、リスナーさんかからら長物2兆か3兆もらうで、それは改造してあるから、あのフィールドでは使えないけど、それをあの言っちゃえばダウングレードして、みんなに貸し出せるようにしようと思ってんだよ、俺じゃ<ー>俺、M4A1 買ったのは、他に持ってない人に、<お>とりあえずこ使いなって俺が持ってかっこいい。 だから俺買ってんだよ。あのさ、違う違う違う。わかんないよ。その、サメ島さんとドレさんのそのノリが面白いと思ってやってて、リスナーさんが受けてんのかわかんないけど、俺もうほんとめんどくさいし、イライラするから、普通に話そうよ。普通に楽しくないやってんだよ、隊長は。何よ。やってんだよ。いや、だから本気でやるよ。え、何このバカ。えバカ。バカ お前だよ、お前のこと言ってんだよ。じゃ何がバカなのお前がバカなんだよ。いまだにいい刑事しか揃うってない。バカなんだよ。こいつは女子高生か、お前。女子高生かよ。お前、少女の女子高生じゃねえんだよ。ちょっと、ちょ、のんちゃんのんちゃんちょっと来てのんちゃん来てもう頭来たのんちゃん来てもう、もうちょっと来ていや、いいから来ていいから来てだだ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 だ っとん言ってやって。女んなつかねやめろや。遊びを本気出さないと。ポケモンばっか使ってんじゃねえよ。こともしてない俺たちが遊びに本気になれなかったらもう死ながましよ。え言ってもうるさのんちゃん久しぶり。のんちゃん久しぶりだ。のんちゃんこんにちは。こんにちは。早くやりたいよね、のんちゃんもね。なんかセットもらえるから大丈夫だって。 じゃあセットもらえるからじゃなくてハンドガンとかも買える。あ、ハンドガン買って。うん、買う。うん、買う買うって。今買って、今。今、今。あ、これから帰りに買ってきて。あ、今どっか行くのワード？あ、美容院に。あ、容院ね。絶対買うよ、お前。プラモデル。プラモデルだと。トゥリ行っちゃった。のんちゃん、そこやるもんね。ったやるやる、これ直ったら。やる。 やりたいもんです。やりたいもんやる気感じられる今はギブスやぶってやったもんね。やっちゃうん。やっちゃうもん。やっうやっちゃうもん。やっちゃうっなんならギブスにアタッチメントつけちゃうよな。ああ、そうじゃないですか。かっこいいよね。ギブスになっちゃうね。コブラみたいなさ。コブラみたいな。サイコガンつけちゃう言ったら。ちょっとわかんないけどここからどんちゃん、こういうのね。 会話だなんねえわ。会話なんねえな。会話なんねえわ。あ、そうのんちゃんは買ったほいい。お前はそれでいいや。のんちゃん、買った方がいいと思うよね。うん、買った方がいい。早くやりたいよ。早くやりたいよね。うん、早くやりたいよな。俺なんかもうさ、うん、悪いけど長物もっと買ってさ、みんなにね、貸し出せればさ、ね、みんなの負担も減ると思ってさ、俺一生懸命やってんのにさ、サブリーダーこんなじゃさ、 体調一生懸命やってんだよ。本当に。これ、ばかにされてる気分なの、ね。早くやらせここまくやりたいよ。とか、いろんな配置にしてな。やば買うとなったら金かかるから、まあ、俺がね、持っとけば俺も欲しいし、うん、そうせば貸し出せるなと思って、ね、もう俺は自分の、まあいやあのあのね、アサルトレール、1 0してるよ、バッテリーまで。うん、だからもう一つ使えるんだよ。だからもう一人誘えるんだよ、だやりたいって言えば。 なのに、ね、サブリーダーがこのね、タイマンじゃもう、たまったもんですよ、たまったもんだよ。俺なんて本、本物のな、モサドのスナイパー知ってんだから、分かんないけど、行動ド赤いよね、もうなんかさ、見てる側もさ、早く見たい、早く見たいと思うじゃん。本物の銃借りてきて、売っちゃうぞこだろう、それはだめだけど。<laughs> で、俺はね、今、リスナーさんから。 2>, 2兆か3兆あの、オフルの銃を譲ってもらって、それを俺は威力を弱める改造をして、でそれも使えるようにすれば、フィールドに持っていけるし、そうすれば5兆ぐらいになるんだよ、中物が。うん、で、俺、スナイパーライフル欲しいから買えば、うんね、それも貸し出せるわけだよね、コッキングでも。うんねまあ、ハンドガンとか揃えないけど、まあ、それは自分で買えるし、まあね、金額的にも。まあ、なくても戦えるから。 ドレちゃんは買わないのとりあえずいや、必要なも最低限のものは用意するあ,うん、うん、あとはレンタル、最初は。だとわかんないもん。サンキュー。だとわかんないもん、参加してみないと。まあまあまあ、とりあえずね。うん。ハンドガン中古でいいのいっぱいあるよ。でよで,で、サメちゃん、いつなの いやがかんない窓が揃わないワド次第ね、思ったんだよあのうん。サブリーダーが悪いんだよ。いや、サブリーダーがこんなね、やる気なかったらね、もう本当ね、聞いたことないよ。いこ,いよこんなチーム聞いたことないよ。聞いたことないよ。M4、A1 はいい字よ、本当に。そう、フォルムが大好き、もうマジで。うん、カラシニコフランってもう古いんだよ。 うるせえなおねえやてめえ頃だどれすみませんまカラシニコフの悪口は許さねえぞすみません何が突撃銃だこの野郎いいんだ突撃銃すみません豚がよすみませんこの女狂いがよすみませんサプレッサーっていうか俺トレーサー買おうと思ってんだよねまあ M4 にトレーサーつくかわかんないけどバレルのか戦場でサプレッサーなんかいるかよサプレッサーがんかいねえよな釜だよサプレッサーなんかロングバレルにはしたいけど そう。メンバーもね、リンリンさんがやりたいとか言ってくれるのは嬉しいんだけど、ね、リンリンが来るってことは、まあ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 、ただ、葬儀とかね、ある程度そ揃えてくれないと、女の子なんかはいいよ、レンタルで。どこでレンタルはないから、普通に。まあ、ね、長物とかしょうがない、武器は。 CQBR が欲しいんだけどね、まあ、4万ぐらいするから。本気で、本気で揃えたら5万ぐらいかかんじゃい,いや、あのね、いろいろ新品で買うと、バッテリー別で、本体が高いやつは6万。で、安いやつでも4万ぐらいかな、新品で。で、バッテリー別だから、バッテリーと一緒に買うと、4万5万五千円ぐらい。マジか。新品はね、中古だったらまあ2万円台である、あの本体だけで、ね。 シリアの友達に行って本物買ってきてもらったら安いよ。な本物使えねえから。工法でいいじゃん。ダメです。あのね、真面目にやるんだよってさ。困るんだよ、そういうこと言われやてや。わかった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 。真面目にやるんだよ。行ってやった。隊長すみません。わだのんちゃんが言ったよ、買ってこいだって。わかったもう、うん、買うんで、はい。今,今言っておい。 いや買います買います今今の決まっては買ってな部発ぐらい、うん、えなんのんちゃんもメンバーだからのんちゃんはレンタルでいいののんちゃんは、うん、いや買えるんだったら買っちゃえばいいんじゃない、うん、自爆テロを送るぞお前の部屋に買ったほうん、買った方がいいと思う俺は買うことを推奨するけど例えばのんちゃんがお金がないっていうんだったらまあレンタルでも まずはしょうがないな。内職放送だからな。内だはそうはいかないんだよ。了解そうまあまあ、サブリーダーですもんね。了解まあ内職放送だ。サブでもリーダーはリーダーだから、やっぱそこでルリンドルですよって言って、ね、よりめつら下げていったらバカでしょ。そうっすね。だから買ってくれってって俺は。で、早くやりたいんだよ、お前とも。ね、やりたいんだよ。 ほ他の企画もいっぱいあるんだよ。<laughs> お前が10月末までとかさ、わけがね、のんきなこと言ったらさ。<laughs> だろいや,いや、そうね。なるべく早くそろえま配信外でわざわざ定例会とかもいけるんだよ、お前がそろえてくれれば。まあ、そうっすね、まあ僕も勉強しないとなぁとは思ってるんで、あの、鮫島さんだけじゃなくて、二人で覚えておいうそうそう。 あのミーティングしやすいからのんちゃんとかり、まあうんりんとかは、うん、あのレンタルでいいと思ううん何もするなくてもいいですもんねうんまあ僕もそうだからりんりんが来るってことはくもんりゅうも来るんだろい 俺が言いたいのは、俺たちが銃の魅力を語れなかったら意味ないじゃん。まあまあ、そうですね。それはそうですね。やりたいけどわかんないですって人が来たときに、いや、これはね、すごいいいんだよとか、ねさっき言ったように AK47 っていうのは世界で最も人を殺した銃だとそういう豆知識があって、ああ、面白いなってなって、そうですよね、興味持ってもらって。みんな参加してくださいで参加できない。リンとくもんりは家に泊まって何にもなかったわけねえこだろ。いや、あるよ、絶対チェックしてるよ。 ままあ絶対してます、ね、俺がいないときにサブリーダーのお前がリーダーになるんだよ。うん、あ,あ、そうか。うん、俺が例えばフィールド上でた<長>あ、そうか。打たれたらそうか。会長、こんなやつの下で働くから、俺がですよ。俺がんそうか、そうか。指揮命令全部自分がやらないといけないですもんね。そう,うそういうこと、そういうこと。あ、そっか,か。戦略も勉強しないといけないのか。 もちろん知識がないのはしょうがないよ、うん、今までそういう興味がなかったのは。はい、でも、つけてくんないと誰よりも、まあそうですね。まあそれはそうですね。上手の苔に関わりますからね。分かってくんないと。やっぱり俺としては、俺の教えられることはお前に教えるよ。ありがとうございます。分かることは、はいうん。でも俺も勉強してるし、今、はい、何がいるのかって言われたときに、うん、最低限これがいるんじゃないのって俺がパッと答えられるのはそういうこと。なるほどモンビーもな、酒が入ってて、あのああのおっぱいにひかれたのはわかるけど。 ドれさんさ、ドれさん聞いて、ドれさんさ、ハンドガンだけ買おうよ。どんなブスでやっちゃってんだよ、この野郎。その話、面白くないから、その話、面白くないから止めてんの。すいません。すません。ドれさん、ハンドガン買いに行こうよ。あんま好きじゃない。一緒に。ハンドガン。ハンドガンは持ってたほうがいい。今日、じゃあ、じゃあ、今日じゃなくて、今日じゃなくて、お散歩しに行こうよ。ハンドガン。練習があんだよ、毎日。 そうだね。メメ見みたいに暇じゃねんだどれさん、練習以外は暇でしょ練習以外暇でしょ練習ぐらい配信してます隊長。配信でカニキャイじゃまだと。そんなもん花火飛ぶと思いますか、隊長。花火飛ぶからやるんじゃない俺たちはやりたいからやるの。わかりました、わかりました。すーません、口が滑りました。すみません、隊長すみません。あとこれ言っていいよね。 今の考え方は。いや、そう通りだと思います。花火とか行って、クソが悪かったです、今ね。花火なんかいらねえんだよ。花火なんか、花火。てめんとかどうせ飛ばないから行くんしけど、俺は結構大事なんだよ。だから大事なとじゃないんだよ、別に。俺たちが遊びに、じゃねなんか便所だろう、言うじゃん。遊びに本気になれる。今度は何よ、俺が怒られる感じ。当たり前だよ。当たり前だよ。ちゃんとやるっつってんのに。 俺だって言ってるよ、バんサバゲーで、こんだけ金かかるって言ったら、俺、今、花火バンバン、ばんばんではないけど、1日3000円以上は飛ぶんだ。うん、俺は1日3000円飛べば月9万で、十分な収入だと思ってるからいいの、それで。うんうん、今まで全然飛ばなかったのに、今、上げてくれるようになったの。うんながあ,、うん、ありがたいですよね。それも買いたいんで、まあ、来月まで我慢しなさいって言われながら。はい、そもそもサムじゃんない。 まずライン交換してよ、なんで交換してくんなよ。ラインは。ラインは交換はいいんだけど、それはどうでも。いいんだけど、じゃ、やってくんないじゃ。んその話は後でいいべ今必要。まあ、ハンドガンじゃわかりました、鮫島さん、あの男なんで、僕明日配信で秋葉原行けます。まあ、しょうがない、明日でいいと思う。俺はただその代わり明日ちょっと貸し切りで行くから。で。何も見てないけど。ただなんですけど、やっぱ、その僕。ハンドガン気に入ったの買いたいんで。 買うには行くんすけど、ちゃんとショップ行って勉強してくるんで、はい。明日買う、はい。明日買うかどうかは分,分かりました、うん、かりまし明日からでもできますよっていう相談にして。はい、勉強しろこだよ、この野お前もだよ。<laughs> <laughs> そうだよ。すいません。えー、どれさんの約束は何なんですかいらないよ ドレさんは、えー、ポジションどこなんですか兵卒俺傭兵だからねえんだよ。いやいや,や、ね、いやいやでもでもやっぱ今の段階で俺和道で2人だったんだよ。そうですよねで。今この会話に入ってるってことは3番目なんだよ。そうですよね。ナンバースリーです。和道が決めていいよ。あ<道>りました、大将<あ>。<長>そうなんですよ。スナイパーはのんちゃんやりたいわけだから、後方支援のんちゃんじゃないですか、スナイパーは。 まあまあまあそうね<で>そうね僕近接戦闘じゃないですか P90 ってことはまあまあどっちかというとか、はい、みかなはい。で中距離が鮫島さんで指揮命令系統ですよねまあカ,バーまあカバーリングっていうかまあお前バックアップですよねバックアップってことは近接もう一人いたらいいんじゃないですかだとしたら、はい、まあどれくらサブマシンガンかなですよねまあ本当はサルトとか持ってほしいけどねでかいから どれさん来たら敵ビビりますもんねでかっつってじゃあビビる絶対ビビりますもんね絶対前に出た方がいいと思うしかも動き早いからそうだ動けるんだそうだ言うて動き異様早いそうだ異様に早いアタッカーですパねシ敗失ー能力高いからそののんちゃんと和堂たちの間にいて突っ込むことも守ることもできるですね結構戦略面白そうですね じゃあ俺ど、ドレ、ね、さんとツーマ、ねね、ッセルっい確かに、的がでかいっていうのはある。確かに。的がでかいっていうのは。よけちゃえばいいんでしょよけられません。よ <laughs> ける絶対よけられません。北斗の剣じゃないんだから。っていうか、知ってる、これ BB 弾の豆知識なんだけど、はい、赤い球っていうのは、打つ側が見えても打たれる側は全く見えないへー 赤い玉にすればよかった。へえ。いじっとしてるから撃たれるんで。赤い玉打つ側は見えんの、弾道が。でも打たれてる側は何にも見えないよ。最い、10の時は走り方があんだから。じぐざぐですよね。まだとりあえず、どれさん、じっとしてるから打たれるんだよ。どれさん、今1回持ってんの全財産。今今2万円。使えるお金は ?2 万円。あのー、ゃあアペックス。 じゃ本当に1万円なんだ。なんで話題上がってるのそんな少ない。100万以上稼いでるよこの4ヶ月連続で。ええね、うん。一日1万とかっ。裏引きでも30ぐらい引っ張ってるよ。い,いろいろ。い,いろいろあるのいあのね、あのー、やっぱ3番でいる以上は装備をと整えてくんないと。だそれは,はサムネじゃん。そうだよこのやるは装備。なんだお前サムネとして、ね 初心者として、これとこれとこれは揃えろって言ったらお金がある。お前、おい、どれや、リーダーの言うこと聞けねえのかよ。リーダーにはめ。俺は言ってんじゃん。メインウェポン、サブウェポン、あとホルスまあ、ハンドガンのホルスターとダンプポーチ。で、あとまあ、フェイスゴーグル。まあ、いや、古、あの、ゴーグルとかマスクだよね。まあ、最低でも5万は使ってもらいたいですよね。まあ、持ってるわけねえだろ、ゴーグル。全部女に使われちゃったんだよ。何そんな半端な気持ちでやるつもりなのドルさんは。 そんな半端なの最低でも5万もかけられないぐらいの気持ちで何んだばく、ね、引っ張らないよ、女なんかいら女いるんだよいやだからあの必要なものは揃えるから後でちゃんと教えてえじゃあいくら使うあ,ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そんなもんじゃないだろう、5個だぞ。5個だぞ、花火。 ええー、ここどこマジかよ<っ>あなんだよ十バッテリー外しちゃったよここでやりたかったな小銭、小銭財団だよありがとうございますかかかすいません小銭財団がいや5万は使おうよ何女に金かけるってどういうこと何どういうことだよ何やってんの俺悪いけどオカリナに全部お金出してもらってるよ生活に <laughs> それもどうかと思うけど いいやや、俺悪いけど、だから、フワッチの収入は全部自分の趣味。隊長、俺じゃねえ逆らうわけじゃなくて、それはどうかと思いますけど。いやいやいや、女に金使う方がどうかと思うので。でも、俺ね、ドルさんね、あの、配信者としてだめなところが、かっこ悪い。男、だってさ、配信者なんだから、金もね、愛情も全部もらわないメだめだよ。女に金使ってるなんてだめだよ。お前らとレベルが違う、お前らと違うところにレベル出して。 じゃあ、要は、金を、違う違う違うそう、女に金を使わないとついてこない女なんかいらない。違う違う違う、金を使わないとついてこない女なんかいらない。そういうこと、そういうこと。俺についてきてるのひどんなとアイコだけだよ。ひどな女じゃねえよ。男さん。アイコも女じゃねえよ。だそんなのしかいねえんだよ、今。字幕セルされちゃっても、誰もいなくなっちゃったんだよ。もうダメ。自分が悪いんだ

ごめんなさい、最高のイヤホン。こんなことやってるからだ魔法の言葉だ。お前はあれだよ、悪いけど、どれさ、女駆口説いり、そういうことが発覚したとき、みんなで一斉詐欺。チームで、乗ったんとか、リンリンちゃん、俺が口説くと思ってんのいや、口説くと思ってます。いや、思ってますね。 思ってるよね、思ってますね。あるわけねえだろ、この前。リニちゃん、ブスじゃねえか、この野郎。さ、もう、海外だよ。もう、日本も日中関係も日体関係もねえよ。あいつ、ブスじゃねえか、この野郎。あ、戦争が始まる、戦争がったら。戦争が始まる。そう、相手されないとディスルンすぐ。いや、もう、うなちゃんも悪い、悪い癖出てきた。こんなにだらしないやつはチームの輪を乱すのよ。 まあでも、戦闘力は高いからな。まあ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 、そこは。んちゃんとりんりんちゃんと2人っていなブはんで俺が既読くんだよ。いや、これから可愛いめちゃめちゃ入るから。俺のリスナーでも参加したい。あの、ことかちゃんも参加したいって言って。え、ことかも参加すんの俺一応、あの、だあの一応ね、日程とか決まったらね。もうちょっと待って、ちょっと待って。 ちょっと待って、あのね、のんちゃんが、ことか大嫌いだから、あのんちゃん VS ことかの乱撃戦になる可能性、いや、それはチームワークだから、だとしたら、のんちゃんは参加できます。そだよね。当たり前じゃそのんちゃんが闇打ちする。闇打ちする。うん。絶対に。あの、仲良くできないんだったら、そいつはいらない。いらないぞ。やっぱ、それはチームだから。まあ、そっくり、真にながるんだから。そうっすね。うちはもめは。まあ、でも、だから。 ではネ個人の市場は挟んでダメなんだまとまでもだよすみませんじゃあ拳銃は買うっていうことで明日買いに行ってで気に入ったなかったらも買えよだ今すぐお金ないんだと思っ本気で使いたらいいだけねえだよ本当にねえわけねえよなはどうないやありますよいろいろ 絶対ないわだって鮫島さん鮫島さんだって、鮫島さん考えてくださいよ鮫島さん鮫島さん考えてくださいよもともと閲覧20人ぐらいで花火全く飛ばない生主だったんだよ人しかもねその時から蓄えてるんだよ昔店やってたからこの人そう1000万とか2000万ねりんご箱の中に入ってるんだから月曜日はあれ月末までにちゃんと揃えるよ言ったな 月末までちゃんと揃えるよ。月末までじゃ長いな。長いっすね。いやだから、みんなが、やる気ねえのっていう。サブリーダーとリーダーが、ね、もう明日までに揃えるっつってんのに、ね、隊員が揃えらんねえってどういうことないものねえんだよ。何ないものねんだよ。やる気あんのやる気あんの やる気あるから毎日10時間ぐらい配信してたらこのようなに月末月末にあそろえますってクソカッコ悪いよクソカッコ悪いよダッシュダッサいだから大阪も長野も行かなきゃいけねーんだ行かなくていいよそんな場所ダサイダメだろそれはダサいダサすぎダサイだから振られんだよだからリスナー半分になっちゃったんだよ10万ぐらい欲しいよ10万は俺は本当に 10万は,は10万？十万かかんの十万、いや、10万じゃ収まんないよ。10万じゃ収まらない。い万あればれはまあ、まあまあ、い。まったよ。だから、それ。だから、それを稼ぐか、ちょっと待って、つって使わない、つってんじゃないんだから。いや、またそれをネタに稼ぐから。それをネタに稼ごうって、またリスナー利用すんのそうやって。 うん、サメ島とのサバゲーで金かかるから。何それリスナーは道具ですかうちの、ちのリスナーさんそんな甘くないよ。サバゲーにくださいって。でも女に貢いでるんだよね。女にいてるんでしょらえ、それ。花火だろうが何だろうが、もらった金は俺の金だ。お前何使うかなうわ花<火>何花火いただいて企画に使うから金ないですって言ってて、裏で女か。ありがとうございます。ありがとうございます。 もらったもん何に使う俺の勝手じゃないか。あそういう考え方なんだ。そういう考え方なんだ。ららったものは配信に使ううと思か今回サバゲーそれも芸の肥やしとなって結局ネタになるから配信に歓迎されて何が芸の肥やしだよ。50で女方なんか芸の肥やしになってねえじゃん。なってんだよ。なってないでしょ。なっ,てねえなってないでしょ。お前ら子供、お前ら子供だってさ、裏でパコってる話なんか、放送で聞いたことないよ。女のネタなんか聞いたことないよ、ドレさんの放送で。 まあただ、くどいてるだけだよ。くどいてて、いい思いして、パコってるだけじゃん。うん、パコってはないが、まあほ、ほぼ食い逃げだな。パコってだ飯だけ食われて、逃げられてる感じだな。もうそんなね、配信も回さないで、そんなん、くだらない。なね、どうするうちのジョーズってさ、やっぱ、うん、ね、経歴がクリアじゃないと、困るんだよね確。確かに確かに。イメージ的に。イメージが。 生まれ変わるってんだったらまあまあまあね、見守ろうってなるけど。生まれ変わるし、俺は傭兵だから。いや、傭兵じゃいらないんだよ、そういうのは。お前らってきも入っちゃうぞ、この野郎。俺らはスペシャリストだから。全員積極してて出そう、俺らは腕立てできんの腕立て何回できんの大丈夫、きついよ、俺ら。ちゃんと聞いいよ、いいよ、いい聞き方。そういう聞き方よ。今、面接なんだから。腕立て腕立て何回できんだよ。 何回だよまあ平均アベレージで右の肩怪我してからたぶん10回ぐらい10回お前全然ダメじゃねえかよ腕立て10回しかできねえのかよおい窓見せてやれ見せてやれド見本腕立てを見せろってさ俺の部屋狭いから窓だったら30は余裕だよ30だっのペロッとできますよもうもう朝飯だよね朝飯ですよもうペロッといきますよ早くやれよ 早くやれよやれよ暇じゃねえんだこっちも絵ずら的に俺腕立てできるスペースないんだっつだからやれよやれよじゃねえよできねえことだえずら的できねえんだっつどこにスペースあるできねえんだっつどこにスペースあるでもね話は変わるけど女癖悪いのはちょっとマイナスだよねちょっとマイナスあでも敵の女を口説くかもしれないですよ逆に逆に逆に ハニートラップなら。でも、貸し切りのフィールドだったら敵はいないあ、そっか、味方しかいないみんな身内なんだよ。そうだ。そうだ。ダメだ、女の子ちょっとマイナスかな。それはまずいな。結構女の子も入れたいチームだから。うん。やっぱ女の子も参加できる気軽に。トカだとかな。リンリンちゃんなんかブスだからくどかえようなもの。いや、多分ね、そのままリンリンちゃんからお断りだと思う。リンリンちゃんから、あの、結構ひどいクレームが来るな、これ。 もしかしたら言われるかも。あ、どれさんいるなら私行かないっていうふうになったら困るんだ困るよ。それはない。リンリンちゃんと仲いいから。<laughs> そ,<う>それはな。リちゃん仲いいのいや、リンリンちゃんはいいよ。<う>別の子よ。うんうん、まあね。だから、子とかも知ってるから口説かないよ。 いや <laughs> 知ってても口説いてたんじゃないかよい俺もことが知ってんだってつまりはくどないゃんだもんちん何人口説いてきたんだよ <laughs> 何人口説いてきたんだよ全例がゲームはどんなわかんない貸し切りだったらいろんなことできるよフラグだとかあの無,、えー、何無限復活戦とかいろいろあるから殲滅もあるしあと もう本当いろんなあの大統領選とかはいはいはいあ俺も行かなきゃいけないもリアトツバッチャがもう行くよ隊長そうもうもう解散しましょう僕も美容室行かないと予約しちゃったからああそうかそうかあ分かった分かったじゃあメッシ食わなきゃいけない了解です隊長分かりました隊長じゃ早く揃える隊長ついてきついてくださいますついてくださいますダンプポーチごあまあマスク ダンプボースとかはアマゾンで買わせて、ハンドガンは明日見に行くから。アマゾンはいいや、アマゾンはしょうがないな。うのんちゃんのハンドガンもアマゾンで買って。ええ？あ、おでみさん。ちょっと待って、のんちゃんのってこと。それこれでいいかいやいいよ。のんちゃんは、お前より階級上なんだわ。階級上？今の口のきかたダメよ。え、のんちゃんって階級上なの？俺より。いや、じゃあワドと同じ。あ、なるほど。あ、どれさんにね。あ、俺の下ってことよ。 すみません。どれさ、どれ気をつける。だから、二番に、その口のき方、ダメだな。どれ、どれ気をつけろよ。すみません。もっといってやれ、言ってやれ。気をつけるわ、今度。殴る。いってやれ。殴る。上手舐めんなよ。スペシャリストだから。じゃ、じゃ、あの、とが。とりあえず、今度、あの、格闘技で勝負してやる。え、直接。スロックでいいから。やば、二番の強さ、見せてやれ。了解です。もう、ボッコボコにしてやります。 てめえだとこの野郎おいジョーズのサブリーダーに向かってお前てめえってどういう口にしてるんだよこうなったらリングの上で決着つけよう <laughs> ここまで来たらやんのかワド <laughs> リングの上でもう一回悪夢が見てるんだこの人のローキックめちゃめちゃ痛いからい本当にやっぱワド、やっぱワドここまで言われたら聞けねえべやんないってこの人のローキックの痛さ知らないから言ってるんだよ <laughs> るけリングでよグで捨て頃うまいサメちゃんサメちゃんがねサバゲー関係ねえぞいちょっと待って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 待待っってて美容室行くから解散しよう解散しよう会長が言ってたら間違いな解妖怪です。お疲れ様ですお疲れ様ですいつでもやってやるよ、この野郎でも締めようよ、早く時間がないんだっつーの分かった、やる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 全部やる全部やるお疲れ様です のルさん、お疲れっすー。挨拶ぐらいしろよ。<laughs> はい、お疲れ様。じゃあ僕、今から美容室に行くんで、たくさん花火、すいません。あの、挨拶遅れました。アイテムたくさんありがとうございます。えっ、ー、と、ということで、えっ、ー、と、サメ島さんのサバゲーチーム、ジョーズというチームをやっております。えー、配信者の方、リスナーの方問わずね、えっ、ー、と、貸し切りで、あのー、サバイバルゲーム、配信しながらやるんで、 マスクとかももちろんつけるんで、顔バレとかはないんで、あのー、参加したい人はぜひご連絡ください。本当にありがとうございました。じゃあ皆さん、お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。アイテムもたくさんありがとう。フォローもありがとうね。おやすみ。お前、コメント欄荒らすなよ。 バカとかハゲとか書くなよなんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。<laughs>